はいこんにちは、えー。合格答案作成講座の、えー、刑法第一回の講義を始めます、えー。担当講師のソリマチです。よろしくお願いします。はいえっ、ー、と今日からえっ、ー、と刑法のまあ合格答案作成講座ということでえっ、ー、とまずですね。 えとお手元に教材ですね、テキストを確認なんですけれども、えー、と講義で使う問題集、これは毎回、講義に持ってきてください。で、えー、と本日配布しているテキストというか資料としてですね、えー、とまず、判例集を配布しています。 でえっと、これはあの刑事系科目については、判例集をえっとお配りしますので、えー、これは毎回の講義でえ使用するので、判例集は持ってくるようにしてください、で判例集はえっと総論と格論で1と2です、ねえー、が用意されてますので、えっと、ただ、これ、いずれもですねあの1も2も両方をこうクロスして使ったりすることがあるので、一応念のため、両方を毎回持ってきてください。でえー、あともう一つが 講義ノートですね。えっとこれはあー版書をとして利用するものなので、えっとこれも毎回えっと講義に持参するようにしてください。えー、中はあの。 まあこういうい図とかですねこういうあの本来、板書でここで書くものなんですけれどもその時間をあの短縮するためにこうあらかじめもう作ってお配りしてますのでこれはあの適宜講義中に言及するのでえこれは毎回持ってきていただくという形になります。で、使う教材え問題集なんですけれどもえとまず開いていただくと問1からこういうふういふに第1問から始まってます。 でえーまあ、これ全9回でやるということなので、えー、単純計算すると1回当たり8問から9問進まなきゃいけない結構ハードなんですよね、えー、なので、えー、それぐらいちょっとお毎回の分量が多いということになるんですけれども進め方です。まず、えーまあ 3段階です、大きく分けて、ね、予習、そして講義、そして復習ということになりますけれどもまず予習ですけど今言ったように大体毎回8問から9問進まなきゃいけないですで、これ、全部の問題予習であらかじめ、えー、実際に答案を作成するとなると相当な時間とあの労力かかっちゃいますので、えー、予習の段階で全部の問題全部答案作成するっていうのはそれはあまり効率的ではない、えー、合理性がないと思います。 のすべて答案を作成するということまでは必要ありませんただ予習の段階で問題文は必ず目を通してきていただきたいです講義では問題文についてその当該会で扱うです、ね、問題文についてはもう皆さんが目を通して検討してあるという前提で講義は進めますので大体8問から9問進むということを予定していますのでその前提であらかじめ問題文は目を通しておくと。 で、その上で予習段階でやっていただきたいことですけれども、答案構成ですね。答案構成とは何かというと、まあ、刑法で言うとですね、えー、犯罪の成否が問題となる行為をピックアップすると。えー、この行為、この行為、この行為って形で,過書きで、過剰書きでいいですので、ピックアップすると。で、その上で、えー、何罪について、どの要件を、どの順番で検討するか。 ということを、ね、要するに、答案の骨組みを作ってくるということですね、実際に答案を書くまでは不要ですけれども、えー、答案構成、答案の骨組みまでは作ってくるということをやってください。で先ほども言ったように、実際の講義はあと問題文について皆さんが目を通してきて、検討してきてあるということを前提に進めますので、でえー、じゃあ、講義では何をやるかですけれども。 まず、この講義では、あまあ、すごい膨大な量の、ね、問題を扱うので、えー、メリハリをつけるという観点から、問題の重要度に応じて、えー、ランク付けをしていきます。えーまあ、例えば、この第1問だったら、まあ、いきなり A ランクつけるんですけれども、これだったら A ランクとかね、1、えー、問1問ランクを振っていきますので、えー、復習の際のメリハリをまずつけてもらうと。はい。で、その上で、えー 問題を検討する中で、ちょっとそこ先取りして、今、見ちゃいますけど、例えば第1問の回答例だと、こういう形で画面に示します。で、覚えるべきね、規範の部分、これは赤で色を塗って示してますので、こういう規範の部分というか、覚える部分については、これは覚えてしまった方がいい、早くね。 だから適宜マーカーとかでチェックを入れるなどして、えー、覚える部分、えー、暗記する部分、えー、規範の部分っていうのはあチェック入れておきましょう。その上で、えー、まあこの答案について、この規範をこの問題にこう当てはめているわけですけれども、その当てはめの部分については、講義の中で、えー、添削していくっていうイメージですね。 えー、ここについてはこういう観点でよくできているとかこれはもうちょっとこうした方がいいとかっていうのを適宜この答案について私が言及していきますので、えー、皆さんはそれをメモりながらですね適宜メモりながら、えー、答案添削していくイメージ、えー、理想的な答案を目指すと、えー、この講義でねでその過程で先ほど配布したあ判例集そして講義ノートを使います、えー、判例集については重要判例をチェックしていただいてまあ えー、合わせてね、担当試験の対策という観点からも、判例の知識を整理していくとこういうことも合わせてやっていく。えー、ノートについては、先ほども言ったように、板書として利用しますので、これは適宜画面に移していきます。はい、でこれが授業の進行のイメージで、えー、そして復習ですけれども、えー、復習がやっぱりメインになると思います。 えー、復習の際は特にこの講義で A ランクつけた問題ですね A ランクつけた問題を中心に、えー、論点の理解だとか判例の整理をきちんとしておいていただくとで復習の際は時間があれば特に重要なその回で扱った特に重要な問題について、えー、1問ぐらいは実際に答案を作成してもいいかもしれない。えー、時間があれば えー、参考答案をここでね、えーまあ、この回答例を添削しますので、えーまあ、その完成形を実際作ってみると、えー、その添削をした上でね、えー、実際作ってみるということと、あと、論文に関しては、ですね定期的に書いておかないと、出力が上がらないというか、えー、これ、書かないと落ちちゃうんですね、出力って。 えなので各地から実際に定期的に書,か書くことでしか上がらないので、えー、まあそういったあ慣れという意味でも答案を書くっていう作業を定期的にやっておくっていうことは有益です。えー、本番試験本番は非常に時間的な制約が厳しいので、えー、やっぱ書くスピードっていうのも一定程度必要になってきますので,でそれはあの日頃から書く習慣がないと、えー、スピード落ちちゃうんですね。なので、えーまあ 決めてね、この問題っていうふうに決めて、えー、1週間に1問ぐらいは今の時期からあ答案書くっていう癖をつけておくということはいいかなというふうに思います先ほども言ったけどただ全問題それをやろうとすると非合理的になるのでそこは気をつけてね、えー、重要な問題についてだけでいいです。 はいでえー、今言ったように、この講義はです、ね、予習と講義と復習をこう有機的に連動させてです、ね、えーまあ、主体的、積極的に参加していただかないと、えー、なかなか効果が上がらないというふうに思うんですね、漫、え、然、ー、と講義を聞いていただくだけでは、なかなか成果が上がらないので、えー、この講義はまあそういう、まあ、一つのチャンスというか、きっかけになりますので、ペースメーカーとして使ってです、ねえー、ぜひフル活用していただいて、まあ、主体的、積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。 はいといととうことで、まあ、前置き、これぐらいにしてじゃあ、えー、と第1回の内容に入っていきましょうで先ほども言ったように結構ハードなんですよね、スケジュールが全9回でこれを全問題扱うということになるので、えー、なので、えー、ちょっと、ねえー、説明もかなり早めにやらないと時間的に厳しいというところがあります。ま、えー、まず問題第1問題第からいきましょう 今ここで黄色でマーカーを入れているのは、まあ、今日は皆さん予習してきていない前提なので、えー、と問題文確認しますけれども黄色でマーカーを入れているのはですねこの問題文を読むときに注目していただきたい事情と、まあ、そういう趣旨ですで主にあの行為ですね犯罪の成否が問題となる行為をピックアップして黄色でマーカーを引いています で見ていただくと、こうは、えー、深夜の繁華街で、えー、車を運転していたところ、前方不注意により歩行者 X をはねてしまったと、えー、前方不注意によりっていう部分があるので、これは過失だなということがわかりますね。まあ、ちょっと適宜こういうメモを入れておきますので、この問題文を読むときに、えー、と主観面の事情っていうのは、ちょっと注意しながら読んでいくといいです。 え2行目、こうは車から降りて様子を見に行ったがあ X が血を大量に流しているのを見て怖くなり死んでも構わないと思って、はい、ここでも主観面の事情が出てきてるんですよね死んでも構わないと思ってとでこれは密室の殺意。 はい、主観面の事情をちょっと着目しながら問題文を読むっていうのが、えーまあ、ちょっとテクニックなんですけどね、えー、死んでもかまわないと思っててこれが出てきたらこれ、密室の殺意ですので殺人罪検討してくださいっていうサインですよね、えー。これが出てきたら殺人罪の検討の目印になります。えー、そのままま逃げてしまったと で30分後に現場付近に住んでいたオツが X を発見した車で病院まで連れて行こうとして自宅のガレージまで背負って帰ったとしかしオツはガレージ内で X の顔を見たところかねてから恨みのある人物であるということでこのまま死んでも構わないだってできましたねこのまま死んでも構わないやっぱりこれ殺意なんですよね密室の殺意、えー、ですので殺人罪の目印です と考えて X をそのままガレージに放置していたと。その結果、明け方頃に X は大量出血で死亡と。オツが X を病院に運んでいれば確実に助かったとういうことですね。はい。これで、甲お及びオツの在籍を論じろです。えっと、この逃げてしまったっていう方が孔の行為ですね。 で放置したっていうのがオツの行為、まあ、両方とも放置なんですけれどもこうとオツそれぞれについて問題になっていると、はい、で問題文の言及はこれぐらいにしてで回答例見ていきます、えー、先ほども言ったように、えー、規範部分です、ね、は赤で、えー、強調してありますのでここの部分が規範だという形で,であとは当てはめですね えー、この法律の答案の形っていうのに早いうちに慣れてください、えー、規範があって当てはめがあって結論があるという三段論法ですね、えー、それが意識できるようにちょっと色分けしてますのではいで、えー、まあ 皆さんがですね、えーまあ、入門講座等でですね、えー、一通り刑法を学習しているという前提でこの問題を見たときに、やはりこの放置したとかね、えー、置いていったとかっていうことなので、不作為犯の問題だということには気づくと思います。えー、殺人罪の性非とまずありますけど、こうからですね、死んでも構わないと思って X を放置しているため殺人罪にならないかと、X の不作為に殺人の実行行為性が認められるかが問題となるとはい。 で、えー、不作違反のお実行行為性の問題ですけれども、えっ、ー、とこれは早速ね、えー、非常に重要な判例がありますので判例を確認しておこうと思います判例集出していただいて四、えー、ページからかな、えー、基本概念。 については入門講座の復習ということになりますけれども、まあ、この、ね、平成17年の,この最高裁の判例がリーディングケースいわゆるシャクティーパット事件というものですね。 で、えーまあ、事案とかは、まあ、その入門講座の復習になるのでこれはね、えー、まだ、えー、この事案、えー、しっかりと抑えられてない人は復習,復習の時にねゆっくり読んでほしいんですけれども、えー、その不作違反の実行行為制の要件のところ判例がどういうふうに考えているかってそこをピックアップしておきましょう、えー、と決死、見てください、えー、被告人は実行の責めに期すべき自由により、えー、患者の生命に具体的な危険を生じさせた。 これが一つ目の重要な事実ですね事故の責めに期すべき自由によりってこれが皆さんよくテキストとかで整理されているところの先行行為と言われる事情先行行為と言われる事情です自分の責めに期すべき自由で生命に相手の生命に具体的な危険を生じさせた いいですかね、先行行為によって具体的な危険をお、まあ、生じさせているとこの事情ですねそれが一つもう一つ重篤な患者に対する手当を全面的に委ねられた立場にあったこ,こ,です、ねはい、これは皆さんのテキストとかでは排他的支配とかっていう言葉で整理されています ここですね、排他的支配この2つの事情を指摘した上でここです、ね、最終的に一番重要な認定がここです直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていた、はい、これが作為義務というやつですね。 ポイント3つ指摘しました先行行為により具体的な危険を生じさせたという事情手当が全面的にだねられた、えー、もうあなたしか助けられないそういう状況に置いていた排他的支配という事情この2つの事情を指摘して作為義務、直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務、作為義務を認定すると。 はい、これが基本的な判例の認定の仕方ということになります。いくつかポイント言っておきます。不作為犯の実行行為性っていうのはとにかく作為義務の認定が勝負です。作為義務の内容をきちんとこうやって具体的に認定できるかどうかこれだけでもう答案の評価がガラッと変わる。 え皆さんの答案を見るとです、ね、救助義務とか保護義務とか、ねえー、なんかそういう4文字で作為義務を認定する答案が多いんだけどそれじゃダメです何をする義務なのかが分からないから、えー、抽象的に救助義務と言われても具体的に何をする義務なんだということが判明しないとそれだと実行行為を特定したということにならないんですね。えー、具体的に何をしななかかったことが義務違反なのか えー、それがすなわち不作為の実行行為の内容なわけですから義務の内容を具体的に、えー、この心がけが重要でいうとこの判例は、ねえー、必要な医療措置を受けさせる義務を負っていたわけだからなんか自分が、ね、こう手当てしたとか、ね、自分でなんか薬をあげたとかそういうことをやったって駄目なわけでしょ病院連れてって医者に見せて医療措置を受けさせなきゃいけないわけだからそれが作為義務の内容なわけだから。 でそれをやらなかったことが実行行為なんだと。えー、そういう形で、えー、作為義務のと内容の特定というのが、イコール実行行為の内容の特定ですから、不作為犯の場合はね、えー、そういう意識を持ってください。だから、作為義務が認められるっていうふうに4文字で書いちゃだめです。内容を特定すると、はいで。それがポイント1つ目で。 えーでえー、さらに何点かですけど、まあ、この作為義務を導くための事情が重要です、判例が指摘しているのは2つありました、ね。先行,行為によって危険を生じさせたっていう事情ねで、これも皆さんの答案見ると、先行行為をしたって書いてあるだけの答案が結構多いんですけど、先行行為をしたって書くだけだと、それが何の意味があるのかっていうのが、いまいちわからない、先行行為をしたことによって、これね、具体的な危険を生じさせ、ここが重要ですね。 実行行為の認定なわけだから危険性の認定なわけですよ言い方変えるとで何にも危険じゃないのに例えばお母さんがある朝1回自分の息子に対して赤ちゃんに対して殺意を持って1回だけミルクを与えなかったということがあったとしましょうでも1回ミルクを与えなかったんだけど、まあ、お昼ぐらいには えー、やっぱりミルク与えようということで、えー、きちんとミルク与え始めたと1回だけミルク与えなかったと殺意を持ってね、はい、で全然あの赤ちゃんの健康状態はそれで、ねえー、悪化してないっていう時にその1回ミルクを与えなかったっていうのが殺人未遂になるかっていうことです全然危険じゃないんですよいいですかだかだら、えー 不作違反の場合にこの危険性を発生させているという視点が答案から抜けていることが結構多いのでその視点は重要ね、えー、生命に対して危険を生じさせたんだと、ね、その責任はあなたにあるんだとそういう認定です全然危険じゃなければ実行行為じゃないわけですからでもう一つ排他的支配ですけれどもこれはその危険を生じさせたものがあなただという認定とプラスして、ねえー、その危険をコントロールできたのもあなたしかいないと。 結果を食い止められたのもあなたしかいないと、えー、いわば、えー、危険を発生させた原因があなたにあってかつ、ね、結果を支配しているのもあなただけと、えー、そういうような事情があるときに作為義務が発生するということですね、はい、だからこの2つの事情が非常に重要になってくるといいよねでその視点で見ていくとその1個下の下級審の裁判例とかも、ね、同じように見れるから、えー、ポイントだけ指摘していきますよ同じように。 え昭和57年の東京地裁の八王子支部の裁判例ですけど事案は見ておいてくださいね、えー、認定のところだけピックアップしていくと、ねえー、同じです死亡させる切迫した危険を生じさせたって、ね、先ほどは具体的な危険を生じさせたってなってましたけど、えー、言葉変わってますけど同じ認定ですね、えー、もう少し前から線引いとくか事故の行為によりここからだな先行行為により 死亡させる切迫した危険を生じさせた、これですね、えー、先行行為による具体的な危険の喪失という事情、えー、さらには、ここですね救助を引き受けた上支配領域に置いていた、これが排他的支配ですね、えー、認定の仕方が同じでしょ、自分の行為によって危険を生じさせた人だよと。 えー、さらにあなたしか助けられないような状況に置いていたよとこの2つの事情が出揃うと、ね、具体的な義務が生じるよと、えー、具体的な義務ここですね総称の悪化を防止しその生命を維持するため医師による治療を受けさせるべき法的作為義務と、えー、ここが作為義務の内容です、えー、やはり内容が具体的に特定されているというところもチェックしておいてください あともう一つ、この判例は、あともう一つ事情として、ここだな、医師による治療を受けさせることは困難であったと認められる事情も損しないと言っています。はい、これが皆さんの教科書とかで整理されている言葉でいくと、作為の可能性容易性と。作為の可能性容易性と。 いう言葉で整理されますね。はい、そういう事情も認定してます。 さあそこで番書、ノートの方の1ページ目で、実行行為制まとめておきましたので、いいですかね、このノートの方はこんな感じで、論点について解説入れたら、その際にこうまとめるみたいな位置づけで使いますので、適宜こういうのを参考にしながらということで、補助教材として使ってください。 作為義務、この認定が一番重要で,で、この作為義務って何々すべき義務っていう形で、内容がちゃんと特定されなきゃだめですよとで、この作為義務を導き出す事情として、今言った先行行為による具体的な危険の喪失とか、事実上の引き受けなどによる排他的支配の設定とか、こういう事情が認定されるよと、うん、プラスして作為の可能性要易性と、はい、これが不作為犯の実行行為性ということになります。 じゃあ答案見てみましょう、その観点から、えー、この答案は、えー、ちゃんとできているでしょうかということで見ていこう。えー、実行行為は犯罪の結果発生の現実的危険性を有する行為だとで不作為によっても結果発生の危険性を生じさせることができる。 最も自由保障の観点から不作為による実行行為性が認められる範囲を限定する必要がある。そこでっていうことで、えー、要件立ててますね。作為義務の有無、えー、作為の可能性、要因性を考慮し、作為と公正要件的に同価値と認められる不作為に実行行為性が認められる。公、え、正、ー、要件的に同価値という言葉を使ってますけれども、作為と公正要件的に同価値と。 はいまあ、これは不作為に実行行為性が認められる場合っていうことね、えー、だから不作為に実行行為性があるっていうのと、ね、えー、その不作為は構成要件的に作為と同価値だっていうのはう同じ意味です、言い換えです、じゃあ、それはどういう場合なのっていうのが大事、ねえー、今見た作為義務の有無、そして作為の可能性,要為性、要異性、こういった事情で判断するよと。 作為義務の有無は法令、契約、事務管理、配当的支配、えー、社会継続的保護関係と、まあえー、先行行為がここに指摘されてないですけどね、えー、先行行為による、先ほど言ったように危険の、具体的な危険の喪失という事情も重要ですね、えー、指摘されてないですけどね。えー、ですから、ここはプラスして、先行行為も指摘できたほうがいいでしょうか。 えー、先行行為による具体的危険の喪失、えー、こういった事情,事情がある場合には非常に重要な意味を持つぞと。で、えー、本を見てみるとどうでしょうか。当てはめ え、こうは車に乗っていた X を救護することは容易かつ、え、可能であった。ま、可能性容易性は認定してます。しかし、ってことね。え、こうが X を放置したのは繁華街。深夜でも人通りのある場所。はい。この辺が評価ですね。え、繁華街だというのは事実なんですけど、この事実をどう評価するかっていうね。この辺が、え、皆さんが答案を作るときのその回答者としての、ね、事実の見方、視点。 えー、それを出している部分と、なんか事実の評価、えー、問題文の事情を私はこういうふうに評価しますてこれが出ていると点数が高くなりますね、まあ、繁華街だというのは事実、事情として問題文に出ているでそれを皆さんはどう考えたかといや繁華街とはいえ、ねえー、やはりいい排他的支配に結びつくぐらいなんていうか。あそのお まあ先ほどの、ね、判例だと全面的に手当てを委ねられたとか、ねえー、そういう認定になってましたけれども、ねえー、繁華街とはいえやはりそういうような支配関係が、ね、もうあなたしか助けられないよという状況に置かれたというふうに評価するのかいや、やはり繁華街だと人通りがあるからほ、ねえー、他の人がいっぱいいるんだから、ね、あなたしか助けられないような状況に置いたっていうのとはちょっと,やっぱちょっと違うよねと。ね密室の中に 2人だけしかいないという状況と繁華街で人通りのある場所というのはやっぱりちょっと状況が違うぞというふうに考えるのかその辺を皆さん事実の見方をここで出すと、はい、でそうすると、まあ、この回答はこの答案は排他,的排他的に支配関係を設定しているとは言えないと、ね、誰でも助けられるような状況だからあなたしか助けられない っていうような状況になっているわけではないよねということで、えー、結論としては殺人の作為による殺人と同価値ではないから実行・行為性はないということになってますね。で殺人は成立しないと。えー、まあその繁華街っていう事情をどう評価するかですけど、えー、視点としては今言ったようにその第三者によって救助されるような可能性があるかって、まあ、そこが一つの視点ですよね。 はい、でそこであもちろんこれ、先行行為は指摘してもいいと思いますよ、えー、すなわちこれ、事故を起こして怪我させてるわけでしょで、これは先行行為としては重要な事情だと思いますので、えー、そこは作為義務を導く肯定方向の事情になるので、そこは出していいと思います、ねえー、事故を起こして、えー、具体的な危険を生じさせてるよねと、そこまでは認定できるからさ。 でただ、その排他的な支配においたとまでは言えないな、この事案では。ということで、作為義務を否定しているということですね。で、過失を次、じゃあ検討してますよと、過失運転致死罪です、ね、の成否という形で。 はいでまあ、あの不注意によって X をはねてますので、えー、過失行為があるということはあ、まあ、これは比較的簡単に認定できるということですね、一番えー、前方不注意により X をはねたということで自動車の運転に必要な注意を怠ったと、えー、そして X は、うに車ではねられたことによって負った傷から大量に出血したことにより死亡している、えー、もっともうが X をはねてからあ X が死亡するまでの間に えー、オツが X を自宅のガレージに運び放置したという事情が介在しているそこで、こ、え、う、ー、の行為と X の死亡との間に因果関係が認められるかが問題となると、はい、で次、また重要な論点が出てきました因果関係という論点ですね。 でちょっと今日は最初なのでなかなか重たいんですけれども因果関係についてもやはり、えー、判例を整理しておく必要がありますので。 はい、えーと、テキストを見ていただく、ごめんなさい、判例集を見ていただきますけど、まず8ページ、まあ、いろんな判例、因果関係ありますけど、重要なところはですね、ちゃんと整理して、担当の知識問題の対策としてもやっておいてください。8ページのこの平成16年の判例見てみます。 でえっと、決し見ていただいて、まあ、事案とかは、ねえー、復習の際によく整理しておいてね、えー、決し見ていくと、えー、ここが重要ですね本件事故は被告人の過失行為のあと少なからぬ他人の行動が介在しして発生したと、えー、他人の行為が介在していると、えー、ところがそれらは被告人の過失行為およびこれと密接に関連してなされた一連の暴行等に誘発された後とここですね。介在事情が事 犯行行為に誘発されていると、まあ、あこの介在事情が誘発されているという認定をする、ね、このタイプを、えー、誘発型というふうに一応分類しておきます。 誘発型の判例として見てみるとですねこのタイプの判例というのは結構あるこれもね復習の際にぜひ整理しておいてほしいんですけど例えば10ページ見てください。夜間潜水事件と これもね、えー、まあ、インストラクターが、えー、そのスキューバダイビングの講習中に受講生を見失ったっていう、この過失行為ね。えー、見失った後に、えー、まあ、受講生の方でね、えー、こう、不適切な動きをしちゃって、それで、え、結局事故が起きたわけだけれども、えー、ここです。実行行為を認定した上での後ね、A を見失った後の指導補助者及び被害者に、 適切を欠く行動があったことは否定できないこれが、まあ、滞在事情それは、公のの右行為から誘発されたものであって因果関係が認められるとこれも誘発型まあ、誘発丸 U というふうに書いておきますけどでこれも開在事情が実行行為に誘発されたっていう認定をしてるわけでしょ。 はい、えー、これが一つ目の、えー、判例のお因果関係を肯定する場合の一つのお、えー、類型とおいうことが言えます。介在事情があ実行行為によって誘発されたと。 でまあ、これ一個一個の判例を全部整理していくことを、ねまあ、できる時間があればやりたいんですけど、まあ、入門講座でもこういう判例を読んでいるという前提でポイントだけねあともう1個、えー、判例が因果関係を認める類型が、えー、有名なのがこれか大阪難航事件8ページ戻ります。 はい、これはちょっと事案を見ていただくとさ、えー、甲が A の頭部を洗面器などで数回殴出し、意識を失わせ、港の資材置き場に放置したところ、まあ、これ、ボコボコにしたわけでしょ。そしたら、その後何者かが A の頭部を角材で殴打し、えー、翌日未明、死亡したと、こう何者かがさらにこう攻撃を加えたっていうね、そういう事情が介在してるぞと。はい、でこれは、判例は何と言ったかというと、犯人の暴行により、 被害者の死因となった障害が形成された場合ともう実行行為で直接的に死因を形成しているぞという認定をしたわけね仮にその後第三者より加えられた暴行によって死期が早められても因果関係は肯定できるとだから、介在事情は死期が早められただけだと。 もともとの暴行、もともとの実行行為で死因が形成されているということです。これ、先ほどの誘発型と認定の仕方が違うというところに、重要なところがありますので、そこを整理しておいてね、先ほどの誘発型は、これ、どう考えても死因は事故なんですよ。衝突で死んでるんですよ。衝突で怪我して死んでるわけですよ。だから、介在事情が死亡の結果を直接的に導いているわけです。誘発型の事案はね。 えところがそういう開催事情を実行行為が誘発したんだという認定をしたわけでそれに対してこっちの大阪難攻タイプは開催事情があったけど、ね、いや直接の死因を形成したのは開催事情じゃなくて実行行為の方だよと、えー、直接原因型というふうに名付けておきます。 直接原因型の判例として、まあ、代表的なのもう1個だけじゃ指摘しておくと11ページの平成16年これも事案見ていただくと、ねえーまあ、数人と共謀の上暴行を加えて多量の出血をきたす、えー、頸部血管損傷等の障害を負わせたとで緊急手術を受けていた一旦容体が安定したが 事件の5日後に、えー、死亡したということですねでこれがその、えー、頭部循環障害による脳機能障害による死亡したと、ね、なお医師の指示に従わず安静に努めなかったため治療の効果が減災した可能性というのがあったよでこれで判例が何て認定してるかというとこの事案では被告人らの行為により A が受けた障害はこれですねそれ自体 死亡の結果をもたらしうる身体の損傷であってともうこれ,だこれ自体で死因を形成している先ほどの大阪難攻と同じですね仮にですね死亡結果のまでの間に被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったため治療の効果が上がらなかったという事情が介在しても因果関係があるともう直接的な原因を作ってる場合は、ね、何か事情が介在していたとしても大した影響力はなかったと まあこれ直接原因型ですの、ね、で丸,丸直という形でメモを入れておきます、はい、でそうすると、えー、因果関係も非常に、ね、重要な論点でよく出ている品質ですので、えー、ぜひ、ねえー、整理しておいていただきたいんですけれどもノート3ページ。 まあこれがいわゆる危険の現実化という整理です。判例の整理の仕方です。ね、今見たように、誘発型と直接原因型で、あともう一個ね、危険状況喪失型っていうのがあるんだけど、これは一旦置いときます、ちょっとこれ、応用型になると思うので、えー、まずはこの上2つ、これが基本形ですので、この2つをきちんとできるようにしてください。 で、先ほど来説明しているように、これイメージ図ね。えー、誘発型というのは、ねえー、死亡結果自体は海在事情の方が発,発生させていると。えー、いうことが言えるんだけれども、しかしながら、その海在事情は実行行為によって誘発されたよと。こういう認定をするタイプ。 直接原因型は、開催事情はあんまり影響を与えてないと、式を早める影響ぐらいに過ぎなくて、えー、直接的な原因は実行行為にあるよと、もう死因形成してるのこっちだからとこういう認定をするタイプ、この2つです、基本は。いいですね で危険状況喪失型っていうのがあるんだけど、これは実行行為が作り出した危険状況が、介在事情によって死亡結果が発生する危険も作り出してるんだと、そういうふうに評価できる場合で、判例でいうと、ですねまあ一応、指摘だけしておきますね、これか、8ページの平成18年、3月2十日。 7日ですかこれが危険状況喪失型のメモだけ入れておきます、ね、ひとたび、介在事情が発生するともう確実に死亡するぞってそういう危険な状況を作り出していると、ね、その場合も因果関係が認められるよとまあこれ、トランクに閉じ込めておいたら、ねえー、後ろから追突されてトランクがぺっちゃんこになってそれで死んじゃったと。 そういう事案でしたけれどもまさにもう事故が起こったら絶対死ぬという状況を作り出しているというのが危険状況喪失というものですでこれがもう1個の類型ただまあちょっと論文対策でいうとこれはちょっと応用型になるかなと、えー、なので基本はこの2つで認定が、ね、きちんとできるようにでえー、もう少しポイントを言います論文に書く時の書き方ですけど 誘発型の場合は、これ、えー、このかい、いずれにしろね、誘発型でも直接原因型でも、いずれにしろこの介在事情をどういうふうに評価するかっていうことを論文で書かなきゃいけないわけ、答案に。で、この介在事情をどういうふうに評価するかっていうときの評価の視点、二つです。え一、ー、つは介在事情の異常性。もう一つは介在事情の結果発生への寄与度。 えー、この2つの観点から、まあ、ちょっとここにメモ入れちゃいますけど、介在事情の異常性、もう1つは介在事情の結果発生への強度、この2つの観点から、この介在事情を評価すると、はい、これを書いてくると、答案にね。じゃあ、それぞれどうやって評価するか。 まず誘発型ですけど、えー、海事情が死亡結果を発生させているので、この場合の介在事情は、機揚度は大きいです。機揚度は大きい。機揚度大。しかし、ね、しかし、その介在事情は、実行行為によってもたらされた介在事情なわけですよね。 実行行為によってて誘発されてる介在事情でしょこういう開催事情は、異常な開催事情とは言わないんです。実行行為がそもそもその開催事情をもたらしているわけだから、はい、だからこの場合の開催事情は異常ではないんですよ。えー、異常性は小さい。これがこの開催事情の評価のしかた。 介在事情は確かに結果への寄与度は大きかった。しかしながら、介在事情は実行行為によって誘発されているので、異常とは言えない。したがって、危険が現実化したと認められる。これが書き方です。論文の。で、勘のいい人は、えー、直接原因型はじゃあどう書くかっていうの分かりますね。しかしの前と後ろ逆転させるっていうことですよ。だよね。この介在事情は、 確か実行行為からもたらされているわけではない。実行行為と全然無関係に発生していると。こういう実行行為と全然関係なく発生している介在事情は確かに異常です。異常な介在事情です。えー、異常性は大きいと。ねえー、すなわち、ここが全然無関係だから。つながりがないから。つながりがない以上は異常性が大きいわけです。確かに異常な介在事情と言えます。 しかしですね、しかしね結論逆転させるしかし、この介在事情は大したキ用度がないわけですよね死因はもともとの実行行為で形成されてるわけだからキー度が小さいまあ具体的には死期を早める影響を与えたに過ぎないとかねあるいは治療の効果が上がらなかったに過ぎないとかそういうふうに判例は認定してましたキー度は小さいとで従って 実実行行為の危険が現実化したと認められると、はい、これが論文の書き方、まあ、いずれにしろこの開催事情をどうやって評価するかっていうのを論文に書いてこなきゃいけない答案に開催、えー、事情を全く無視すると、えー、全然点がつきませんので、えー、そこが注意点です あとちなみにもう1個、ね、今日ちょっと、えっと、初っぱなで非常に重要な論点目白押しなのでなかなかブレーキがかかってしまうんですけれども、えー、まあ初回だからちょっとゆっくりやりますけどね。えー、もう1個重要な点言っておくとこれ死因を形成している場合が直接原因型なので、えー、ここを勘違いしないようにね、介在事情によって全然別の死因による死亡結果が発生してたらそれは気よと小さいとは言えないからね、これ注意点です。 あの実際、司法試験の過去問で因果関係が出ているんですけれどもねえ実行行為によってねえ実際に出た司法試験に実際出た過去問は実行行為によって赤ちゃんが衰弱死するという危険が生じていたという事案でした。 えー、ところがその赤ちゃんは、海在事情によって、ねえー、実際の死因は、えー、事故を起こして、えー、タクシーが事故を起こして脳挫傷かな脳挫傷かなんかで死亡したとでそうするともともと実行行為によって形成された死因としては、ねえー、衰弱による死亡だったはずなんですけど交通事故っていう海外事情があったことによって脳挫傷による死亡ってこれ死因が変わってるわけね、海在事情で,でそういう場合は、死期を早めただけとは言っちゃだめですよ。いいですね あくまでも大阪難航事件が死期を早める影響にしかでしかないよって言ったのは、死因が変わってないからで、もともと死因はもともとの実行行為によって形成されたっていう、これが言えるからなわけで、え介在事情によって別の死因による死亡結果が発生してたら、それは直接原因型ではないです。その場合はこっち、誘発型。で、介在事情が実行行為によって誘発されたのかどうかを検討する必要があるということね。はい。 とということでまあ因果関係も非常に重要で出題頻度も高いので少し詳しめにやっておきましたじゃあ答案戻りましょう、えー、これぐらいまでやっておくとここから先数問、ねえー、全部検討できると思うのでさあどうでしょうか 過去因果関係は実行行為が結果を引き起こしたことを理由により重い刑法的評価を加えることが可能なほどの関係が認められるかという法的評価の問題であるそこで因果関係の損否は、はい、ここ、規範ですね、えー、実行行為の危険が結果へと現実化したかという観点から判断するとで危険が現実化ってこのキーワードはあーはっきり言って受験生みんな書けます もうもはやまあ、昔はね一昔前は相当因果関係っていう形でみんな書いてたんですけど、えー、今どきの受験生はもうみんなこの危険の現実化って書きますだからこの言葉を書いただけでは、ねえー、ちょっとこの中身を示したことになってないんだよね、えー、特にこういう、えー、行為後の介在事情がある事案ではじゃあ危険の現実化っていうのはどういうふうに判断するのかっていうその判断基準まで示せるといいと思いますよ 危険の現実化っていういわばちょっとマジックワードみたいなもんだから、それ書くだけじゃなくて、危険が現実化したかどうかは、これによって判断するという形で、判断基準。これを示せるといいと思います。危険が現実化したかどうかは、これ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 という事情で判断すると。で、判断基準としては先ほど言ったように、ね、海外事情の異常性、介在事情の結果発生への寄与度、 この2つの観点が判断基準になりますねそこを述べるといいと思いますさあその観点から本問ちょっともう一回問題文戻るけどどうですか X が不注意により X じゃねえやこうかこうが不注意により X をはねたこれが実行行為だよね実行行為の危険性というのはねえ車にはねられた X がまあそのままねえ出血大量出血してるっていう事情がありますのでえっとここか血を大量に流しているとだから実行行為の危険性っていうのは車にはねられた X が大量に血をね え出血して死亡しちゃう危険そういう危険があるわけですよね、この実行行為はで、実際発生した結果は何ですか大量出血で死亡したってここにありますね、ちょっとここはじゃあ、チェック入れちゃうか、これが行為の危険性を示している部分で、これが実際の結果を示している部分ですよね。 えとこれ、司法試験の出題趣旨にも書かれてた、採点実感にも書かれてたんだけど、因果関係分析する場合は、えー、今やった作業が基本です、行為の危険性は何なのか、実際に発生した結果は何なのか、これを具体的にちゃんと見なきゃだめだよとで、行為の危険性は、まさに X を大量出血で、えー、死なせてしまう危険性、そして実際に発生した結果は、大量出血による死亡、はい、この場合は、どうですか。 先ほど見た判例の類型化からすると死因形成してますよね実行行為がまさに行為の危険性が直接、ね、原因となって結果が発生してますですからこれは直接原因型で死因を形成してますので、えー、因果関係を肯定できるんじゃないですかどうでしょうか、はい、その観点から見るとどうですかこの当てはめっていう形でね、えー、添削をしておいてくださいねこの講義中にね え本件はオツが X をガレージに放置せず、ねえー、病院に運んでいれば確実に助かった場合であるそうするとこうが,が X をはねた行為は人の死亡というここですね問題は人の死亡という結果を招く危険性のある行為とは言えないこの評価、どうですか現実に事故による出血が原因で死亡しているという事実があるときに いや人の死亡結果を招く危険があったとは言えないってそういうふうに評価できますかねここが、えー、ちょっと評価が誤ってるかなというふうに思いますちなみにオツがその後ガレージに放置したってこれは確かに介在事情ですでこの介在事情はね甲、えー、の行為に誘発されたものではないとこの評価は正しいですね X の甲の行為とオツの行為は無関係に生じているというふうに見てね何か甲の行為がオツの行為を誘発したというような関係はないとだから誘発はしてないとそれはそうかなと思いますですが実際に生じた結果は大量出血による死亡だとしたら これは因果関係肯定できるわけですよね。先ほどの直接原因型、もう一回これ番を移しますけど。えまさしく、ね、海在事情は実行行為によって誘発されてないから異常性は大きいと。しかし、ね、えぇ、ー、海在事情は死亡結果に対して、ね、えー、対して、ね、寄与してない。式も早めてはいないですよ。もっと言うと。何もしなかっただけだから、オツは。式を早める影響すら与えてないですよ。そのまま放っといただけでしょ。 因果の流れに任せたらそのまま死亡しましたってそれだけですよねですからオツのその介在事情オツの行為というのは死亡結果に対してそれほど大きな影響を与えていないと死因を形成したのはまさしく実行行為の方であるとはい本問の特殊性はオツのこの介在事情が不作為だっていう点ですよね オツの行為が不作為だから、不作為っていうのは、そもそも因果の流れに影響を与えないわけですよ、何もしないっていうわけだからでしょ、はい、なので、この介在事情を評価するのであれば、やはり、異常性は高いけれども、機与度は低いと、死亡結果を直接的にね、死因を形成したのは、この行為だと、だから直接原因型でえ因果関係が認められると。 ねえー、そういう形で評価する方が適切かなと、まあ、判例だったら多分そういうふうに判断するでしょうね。えー、なので、うんまあ、ちょっとこの辺はだから、えー、と復習の際にね、えー、もう少し、えー、添削して直しておくといいと思います。ねえー、介在事情が オツの不作為であるという点が本問のポイントでした介在事情が不作為だということでね、えー、確かに異常性は大きいけれども、えー、すなわち抗の行為に誘発されたとまでは言えないけれども他方で不作為だからこれは結果の流れ因果の流れに対して影響を与えてないわけですよねそのまま死亡したとそのまま大量出血で死亡したと えー、ですから、器用度は低いぞと。はいえー、なので、直接原因型として危険の、えー、現実化を肯定するというのが適切な評価かなというふうに思います。 はい、ですので、まあ、次のページ行っていただいて、えーねえー、危険が現実化したものとは認められないというのは、えー、ちょっとどうかなというふうに思いますじゃあ次オツですねオツの在籍ですけど、えー、オツは死んでも構わないと思って X をガレージに放置していると、えー、この不作為に殺人の事故更生が認められるかもう同じですね えですので、す、ま、の、あ、先ほどと同じ基準で判断する、まあ、ここは規範を繰り返して書く必要はないです、同じなので。で、見てみると、X は病院、えー X えー、ごめんなさい、o は X を病院まで運ぼうとしているから、まあ、事務管理というふうに書いてますけれども、ねえー、まあ一定のそういう法令上の地位が認められるということだ、事務管理と。 また、オツは X を自宅ガレージまで運んでおり第三者が X を発見する可能性は極めて低い、はい、ここが先ほどの項とはちょっと事情が違うところですねいいよね、この引き受け行為救助の引き受け、まあ、まさしくこれがさ え先ほど見た判例でいうと、事故の責めに期すべき自由により、ね、具体的な危険を生じさせてると、ねえー、この引き受け行為をしたことによって、非常に危険な、ほっときゃ死ぬっていう状況を作っちゃってる、えー、すなわち繁華街だったら、さっき言ったように、第三者によって救助される可能性がある、誰かが救急車呼んでくれる可能性があると、ね、そういう可能性がないところに連れてっちゃってると、事故の責めに期すべき自由によって、ね、非常に危険な状況に置いちゃってると。と まあそういうい評価になるんでしょうねそして X の生命はオツに依存していたすなわちオツしか助けられない状況になっているという排他的支配ですよね、はい、だこういう事情があると、ねえー、あなたに責任があってかつあなたしか助けられないぞと、えー、そういう状況にありますのでオツの方は、ねはい、排他的支配を設定していると、まあ、あるいは先行行為によって危険を生じさせているというような評価ができるだということになっています。 えー、よって、えー、オツは、えー、X の死に関して因果の流れを支配していたものと認められほら、大体いいみんなこう書くんですよ、作為義務が認められる、作為義務が肯定できる、これじゃだめです、いいね、さっきも言ったけど、これじゃだめ、4文字じゃ、内容を特定しなきゃだめです。 内容を具体的に特定すると、何をする義務が生じたんですか、これは皆さんが義務の内容を設定するわけですよ、で判例を参考にすればあ、まあ、X を病院に連れていく義務だよね、簡単に言うと、医師による治療を受けさせる義務ですよね。 いいですか、えー、そういう形で、えー、内容をきちんと答案上で特定してください、それがポイントです、それができているだけでバンと跳ねますから、えー、答案の印象ががッっと変わりますので、いいかな、まあ、ここでだってこういうふうに言ってるんだから、これを義務のところで書けばいいんだ X を病院に運ぶという作為の可能性、要因性もあるんだと、だからこの答案書いた人はこれを作為義務の内容だっていうふうに想定してるわけだからね。 義務の認定のところでここを出せばいい X を病院に運ぶという作為義務が肯定できると よろしいでしょうかで、えー、最後に因果関係のところこれねちょっと論点的にいいマーカーは入れなかったけれども不審性不作為犯の因果関係の判断というので一応皆さんがよく知っている判例として1個だけ、ね、特徴的なのがあったのでそれだけチェックを入れておこう。えー 12ページかな、判例集。ここですね、十中八九同時の救命が可能であったというね、このフレーズが非常に有名な判例です。 でまあ、ご存知の通り作為違反の場合はあれなければこれなしという、ねえー、条件関係はそういうふうに説明されるけれども不作為の場合はやらないというわけだから、えー、だからその条件関係についても仮定的な判断にならざるを得ないと、えー、ですから作為義務を果たしていれば、えー、求められる作為をやって、えー、きちんと作為をしていれば、ねえー、すなわちあれあればになるわけだなあれあればこれなしという形で 家庭的なな判断になるとえ、まあ、それをこの判例はね「十中八九」という言葉で言ってますけれども「ね、救命が可能であった」っていう事情が、ねえー、不作為犯の場合の、まあ、条件関係の判断作為犯に作為犯の場合はあれなければこれなしですけれども不作為犯の場合はあれあればこれなしっていう形で置き換わるよと、えー、作為にちゃんと期待された作為に出ていたら救命が可能だったっていうこの事情ね それを認定してくださいとただ、この救命可能性救命可能性というこの事情の位置づけなんですけれども えー、ちょっと難ししい話します、えー、と,とりあえず、これ応用的な話になるので、ここから先はあんまり、えー、なんていうか論文で必須というまでは,では、えー、言いませんけれども、えー、ちょっと難しい話、この救命可能性という事情は、この判例自体は、これ、えー、保護責任者遺棄地死罪の判例なんですよ、殺人罪じゃないんですよ、この判例は。で、皆さんが今検討しているのは殺人罪だったでしょ。 なので、事案が違うっていうことをまず、ね、えぇ、ー、押さえておいてね。これ、保護責任者遺棄致死の、そのお、死亡結果との因果関係を言ってますので、えい、ー、わば結果的過重犯の判断の仕方なんですよ。えー、ところが、殺人、殺人罪の場合は、ね、えー、この救命可能性っていうのは、これちょっと裁判例は分かれていて、えー、一つはだから今、この判例みたいに、えー、因果関係で考えると。えー、因果関係、まあ、 条件関係というふうに言ってもいいですけど条件関係という位置づけで考えるとこの救命可能性という事情をねえ条件関係という位置づけで考えるまあというのが一つの考え方なんだけどもう一つは殺人罪の場合は救命可能性というのはいやこれは実行行為の要件なんだと。 実行行為の要件に位置づける殺人罪の場合はです,、ね、すなわち何をしても助けられなかったと死亡結果回避できなかったと、えー、そういうことになるのであればそもそも作為義務違反って言えるのかという問題意識、ね、何をやっても助けられないおよそ結果を回避することが不可能だったと、えー、そういう場合に義務,に義務が生じるのかと作為義務が。 作為義務違反という評価ができるのかと、えー、そういう問題意識から殺人罪の場合はこの救命可能性っていう事情は実行行為の要件に位置づけるっていう裁判例が、えー、最近の判例の主流かなという気がします、えー、ちょっと難しい話なのでこの板書はそんなに重要じゃない位置づけでいいですけど2ページね考え方が2つあるよっていうね えー、そういう板書になりますのでこれはちょっと応用的な話です、えー、この結果回避可能性こ,、まあ、これがあの救命可能性って今メモ入れたあものの言い換えですけれどもこの救命可能性とか結果回避可能性をどこに位置づけるかっていうことねで実行行為の要件に位置づけるとすなわち作為可能性っていうのは作為が履行できたことっていう履行可能性と 作為を履行していれば結果が回避できたことっていう意味での結果回避可能性、二つあるんだと。実行行為の要件で二つとも検討しなきゃいけないんだっていう整理をするのが考え方一です。これがだから救命可能性は実行行為に位置づけて検討するとこっちになると。と考え方二は、これは実行行為の要件としては、ね、作為が履行できたかどうかっていう、ね、この履行可能性だけ検討して、この結果回避可能性の方は因果関係に位置づけると。 因果関係が2段階判断なんですね、えー、まず条件関係として、えー、この救命可能性を検討し、であと危険の現実化を検討する、これ2段階で判断する、でこれがあ考え方2の整理の仕方で2つあると、整理の仕方がね、ただこれ、殺人罪の場合ね、いいですか、殺人罪の場合のけ検討の仕方です。 でちょっとこれ自体で、えー、結論が変わるっていう問題を出すとすごい難問になっちゃうので多分出ないと思いますけど一応、ね、こういう話があるんだっていうことを頭の片隅に入れておいたほうがいいかなとっていうのはこっちに位置づけるかこっちに位置づけるかで結論変わっちゃうというのがあるんで、えー、実行行為の要件に救命可能性を位置づけると救命可能性がない事案では実行行為が認定できないから未遂罪も成立しないんですよ。 ところが、因果関係に位置づけると、実行行為性は認定できるけど、因果関係がないっていう判断をするから、未遂罪が成立するでしょ、殺人未遂罪が。えー、なので、ちょっとどっちに位置づけるかで結論が変わってきちゃうっていう問題があり得るので、これは一番応用知識として、えまあね、2年目講座ですから、ちょっとこういう難しい話も少ししておきます。えー、実行行為の要件と考えると、未遂罪は成立しなくなると。因果関係に位置づけると、未遂罪が成立する可能性があると。 はい、でただ、こういう問題はちょっと応用問題なので、そこまでは出ないかなというふうには思ってますけどね、一応そういう話として、えー、指摘だけしておきますね。はいということで、まあ、これは見ておいてください、なので、えー、答案のところはね、えー、本文で言うと、オツが X を病院に運べば救命できたっていうことは書いてあるから、救命可能性が認定できますので、えー、因果関係が認められると。 なんかちょっとそこをちゃんと書いてないけどね救命可能性を認定した方がいいですよ。えー、因果関係に位置づけて救命可能性を認定すると、えー、すなわちオツがちゃんと病院に連れて行けばあ X が助かったという事情が認定できるわけだから、ねえー、だから因果関係が認められると。 はいといととうことで1問やるのに相当時間かかったんですけどこの問題が何せめちゃめちゃや重,要な論点が重要な論点がいっぱい入ってましたので、えーね、これはよく復習しておくといいでしょうじゃあ次行きましょうで少し、えー、スピード上げられますこれで、えー、論点の説明が大体終わったので、ねえー、第2問は B ランクにしておきます。 コウはかねて働いていた A 社に忍び込んで金品を盗もうと考えた親友である A 社の従業員オツに計画を打ち明けたと。で依頼したと。援助を依頼した。オツはコウからその依頼を受けてコウのために協力したいと思いコウに社員が退社した後に通用口の鍵を開けておくよって言ったとコウは助かるよということでお礼を言ったと。オツはコウからあらかじめ告げられていた犯行の当日オツ以外の A 社。 社員全員が退社した後に、えー、同社通用口の施錠を外して帰宅した、これはオツの行為ですね、えー、オツの方の行為ですね。えーまあ、こういう形でお膳立てしておいてもらったので、えー、そこで X がということですね、ごめんなさい、甲が、<laughs> バールを持って、えー、A 社の前まで来たと。 A 社の中に人がいるような気配がした、えー、お膳立てしてもらったんだけど A 社の中にあやっぱ人いるぞってことで急遽計画を変更と、えー、A 社の隣にある B 社に忍び込むと、えー、そこでこうは B 社に行きたまたま開いていた B 社の建物の玄関ドアから誰もいない建物内に入ると、はい、これはこうの行為ですね、えー、そして金庫をこじ開けて現金を盗んだこれもこうの行為ですね さ,あさらに金目のものがないか物色中ですね、机の上に積まれていた書類の束に、甲の手が触れたため、書類があ、えー、落っこったと。消し忘れていた石油ストーブの上に落っこっちゃった。で、この石油ストーブ燃え上がったと。 はその書類の束から小さな炎が上がり、さらにストーブの上からあ燃え落ちた火が床にも燃え移りそうになっているのを見て、えーまあ、近くにあった消火器で容易に消せるが、このまま放置すれば、えー、その火が、えー、建物全体に燃え広がるだろうと思いながらも、消火のためにとどまれば自分の盗みが発覚するのではないかと恐れてその場、その場から立ち去ったと、まあ、ここもこうの行為が出てきますので、えー、チェック入れておきました。 さあ、そして、あともう一人出てくるんだな、登場人物が。兵が出てきます。帰宅途中であった兵があ、ストーブを消し忘れていたことを思い出した。B 社に戻り、事務所に、事務室に入ろうとしたところ、燃えてるのを発見。この時点でも、まだ容易にその火を消すことができる状況にあった。はい。で、兵は、そのまま、えー、その火をそのまま放置すれば、全体に燃え移ってしまうだろうと思いつつ、今ならまだ近くにあった消火器で十分消せると考える。えー、しかし、兵は、その、お 床が燃えているのは自分の石油ストーブ消し忘れが原因だと思って、えー、不始末が発覚するのを恐れてその場からそのまま立ち去ったと、はい、これ、兵の行為、ね、そのまま立ち去っちゃったらより大ごとになってね、えー、不始末どころの話じゃなくなっちゃうんじゃないかという気がしますが、ねえーまあ、ちょっとそういう教科書事例っぽい話ですで、えー、いずれの行為者についても在籍を検討しろということですね。 え論点としてはやっぱりえと不作為の実行行為なので放火罪でねえそれが聞かれてるという形です、はい、で、えー、見ていきましょうあのちなみに不審性不作為犯は今日のまあ えー、今日やる問題の中では一番重要な論点は先,やった先ほどやった不作為犯の実行行為性と因果関係この2つが重要論点です、でただね不審性不作為犯に関しては問題出るとしたら殺人か放火か詐欺この3つのうちのどれかだけですというのは判例上不審性不作為犯が肯定されているのがこの3つだけだから。 あのどんな犯罪でも不作違反が問題になるっていうふうに思っていたらちょっとそれは誤解です。三つだけです。判例上も三つしかないんです。殺人と放火と詐欺だけです。で、えー、実行行為性の問題を聞くんだったらもうこれは圧倒的に殺人で聞きます。殺人罪で聞く場合が多いです。だから放火とか詐欺の場合はちょっとね、変化球という位置づけだな。 えなので復習する際もやっぱり殺人罪の実行・行為性を肯定するための事情、ね、えー、そういうような,あな,んていうかな殺人罪の実行・行為性が肯定できるような訓練、練習をしておくといいと思います。えー、放火とか詐欺に関してはあプラスアルファという感じですねで。判例上はその3つしかないよということですね。えー、ということを一応指摘しながら、えー、さっと見ておきますけど。 まず建造物侵入罪が成立すると、これはもうパッとね、1行で認定してますね、もう前提となる犯罪は、もう端的に認定するだけでいいです。本番はね、これ、時間がない中で、答案書くから、もうあの争いない、問題ない、そういう犯罪については、もうパッと1行でこういうふうに認定すると、こういうのも、答案のテクニックとしては重要ですよ。 で次に、公、え、が、ー、金庫から現金、えー、を盗んだ行為に窃盗罪、もうこれも一行ですね、えー。だからもう建造物侵入と窃盗はもう全く問題ないから、もうパッと認定するだけと。で、問題は放火の方ですね。えー、では、書類の束にストーブの火が燃え移り、えー、床に燃え移りそうになっているのを認識しつつ立ち去った行為。はい、これに非厳重建造物と放火罪が成立しないかが問題となりますでまず一個一個要件認定してます。 厳、えー、住建造物ではないっていう認定だな、非厳住建造物だよっていう認定、えですから、この現に人が住居として使用していないし、現に人がいない、はい、ここの認定をまずやってます、客体を特定してますね、非厳住建造物だ、はい。で、その上で実行行為の認定ですね、放火したと言えるのか。 まあ確かに自らこら添加行為をしているわけではないと。んかねえライターで火をつけてね媒介物に火をつけてそれで添加したとそういうことをやったわけではないよね、確かに。ですのでえこれを実行行為と言えるのかということですで。先ほどと同じです、この規範部分は。いいよね。規範部分は先ほどと同じなのでえ当てはめの方を見ていきますよ。うのとこですね。 え本文では書類の束に火が燃え移ったのは、皇の手が書類の束に触れたからで、皇自身の責めに期すべき自由と、はい、いいよね、責めに期すべき自由により、原因を削出、はい、この認定は正しいですね、先ほど判例みたいに、先行行為による危険の喪失と、責めに期すべき自由により、 えー、具体的な危険を発生させたと言えるまたそのまま放置すれば、えー、床に燃え移ることは確実、しかもその場にはこうしかいない、点えー、消火できるのはこうのみ、ね、排他的支配関係も認められる、いいですね、この認定は適切にできてますね、だから判例の認定の仕方に照らすと、ね、適切ですよね。 あなたが原因を作ったよそしてあなたしか結果を防げなかったよとこの2つを今指摘したわけですはいそこでこには「消化すべき法的作為義務と」とまあ消化すべき義務って書いてあるから一応内容書いてあるけどねえー、まあもう少し具体的に書くんだったらもう自ら消化に当たる義務ってことなんだろうね自ら消化に当たる義務 まあ近くに消火器があった容易に消せるというそういう事情があるのでねその消火器を使って自分で消火するってそういう義務があるんだとえその消火器使ってももう消えないぐらいの日になっちゃってたらそういう危険な状況要するに危険性がこれよりも,もっと高まってねえ消火器使ってももう消せないよってそういう状況までもう事態が進展しちゃってたら義務の内容は変わりますよ。その場合は もう119番やるしかないわけでしょ、119番でもう消防車呼ぶしかないわけで、そういうことをする義務になりますからね、えー、だからこ状況に応じて、義務の内容は変わるはずです。で、本文では、えー、消火器使えば消せるって書いてあるから、そういう事情があるので、だからその義務でいいわけですよね、えー、消火器で消す義務自、自ら消火に当たる義務と。 いいね、なんか先ほどの問い位置でもそうだったけど、自分で手当てしてあげればそれで済むって話なのか、ね、病院まで連れてかなきゃいけないっていう話なのか、で義務の内容は違ってくると、えー、こっちも同じです、自分で消せばいいっていう話なのか、ね、119番しなきゃっていう話なのか、はい、義務の内容はだから意識してくださいね、事案に応じて、はい、そこで作為義務が認められるということですね。 あと可能性、容易性も認定してますのでこれは適切な認定ですね可能であり容易であったとなってますねはい、それで化し構成要件的同化性が認められ放火したと言えるとこれ、一個一個要件認定してるからこういうのはねよく真似してというか書き方を学んどいてくださいこういうふうに一個一個要件を認定するってことね だからその現に人がいない拳銃物に当たるよと、ね、で放火したと言えるよと、ね、これ実行行為の認定でしょで、焼損したと言えるよと、ね、これは承損という結果の認定ですよね、はいで。構成要件要素が全部認定できれば犯罪が成立するということになるわけ えー、あと因果関係を一応問題にしてるから兵の不作為が介在してるっていうことでね一応問題にしてますけど、ねえー、ここはもう2行で認定しちゃってますね危険が現実化したっていうこともう少し丁寧に書くんだったら一応介在事情があるわけだから兵の不作為の介在というね え一応、開催事情がここで出てきますのでえもう少し丁寧に書くんだったらこのね危険が現実化したという理由を述べられるといいかなと。で、その理由として論述すべきことは先ほどと同じだよねだって、開催事情が不作為だっていうその特殊性が共通してますから。 同じように評価すればいいんですえすなわち兵の不作為、これが介在事情だけど、ねえー、これはあ、まあ、確かに異常性は高いと、誘発されたものとは言えないと、しかし、機、ね、用度は小さいと、不作為だから、ね、その結果発生に何ら因果的に影響を及ぼしていないと、機、ね、用度が小さい、だからそもそもの、こ、えー、の行為の危険が現実化したといえるので、因果関係が認められると。 いう形で直接、原因型で認定すればそれででいいでしょう、はい、で4番が罪数ですけど複数個犯罪の成立を肯定した場合は必ず罪数処理をしなきゃいけないこれルールだからね。 財いい数処理は正解が1個だけではないと思います、いろんな考え方があっていいので、ね、財、えー、数処理は何か1個正解がありますっていう話ではないんだけれども、ただ、必ず書かなきゃいけない、そのことだけは覚えておかなきゃいけないということですね、財数処理。忘れずにと、財数処理は忘れずに。 まあ、迷ったら併合罪って書いてくればいいんですけど <laughs>、っていう <laughs>、まあ、そういう指導をするとね、いい加減な指導というふうに言われますが、ね、えー、書かないっていうのがだめなんです。なんか書いてこなきゃだめ。迷ったら併合罪って書くんです。で書いてくれば点が入ります、ね。必ず書いてきてください。で、えー、もう、迷ったら併合罪でいいって今言いましたけど、ただ、この窃盗とあの建造物侵入とかさ、窃盗と住居侵入の県連判とか、この辺はもう基本中の基本だから、この辺は知っといてよ、さすがに。で、 ねえー、全体として県連藩と、全体として県連藩と、これ,のこれね、えーまあ、いわゆるかすがい現象というのを、えーまあ、認めるか認めないかと、そういう話になりますけどね、全体として県連でこの,はこの、えー、と答案は1と2が県連藩で、3とは併合罪だと言ってますので。 えだから1と2が県連判になって家計上一罪になってそれと3は併合罪にしているからかすがい現象という形にはしていないです、ね、ただ、これ別に正解ないので何度も言うけど書いてくればいいんですそれで点がつきますからはいよろしいですかねじゃあ次、乙。あ ごめんなさい1個抜けてたこれ大事な要件の認定がこのよってで結論だけどこの前に1個要件認定抜けてますね何が抜けてますか因果関係まで認定したのはいいんだけどそういうのもこう添削したときにあ抜けてるって気づいたら実力がついてきた証拠です恋が抜けてます。 ねえー、主観面の認定が抜けてるよね、えー、だからこれ忘れずにねはい、えー、問題文で主観面の事情に着目してよと。 このまま放置すれば火が建物全体に燃え移るだろうと思いながらも、ねえー、その場から立ち去ったというここの事情がありますので,で、まあ、ちょっと今日最初なのでいろんな、えー、と重要論点の知識を。えー バーっとこうシャワーのように皆さんにえとお伝えしている感じでえよく復習して整理しておいてほしいんですけど放火剤の場合のえとねこれ判例が判例集に載っけてなかったかな。 うんえー、っとごめんなさい、ちょっと判例集に載っけてなかったかもしれないので、えー、っと各自自分のテキストとかで復習、えー、の際に確認しておいてほしいんですけど、えーっと、キーワードだけメモしておきますね、放火罪の場合の不作違反で、えー、故意を認定するときのキーワード、まあ、ちょっとこれ、矢印で下の方にキーワード。 ああごめんなさい、揮発の火力を任用する意思とこれですね、これを認定してください。揮発の火力を任用する意思、えー、判例上、これを認定すると、えー、放火罪の場合の密室の行為が認定できるということになりますので。 これがキーワーワドこの「任用っていうのが、ね、重要ねこれが密室の恋という意味です任用先ほどの,あの第1問でもさ、えー、密室の殺意をね、えー、メモ入れましたけれども これね、えっ、ー、と、第1問。死んでも構わないと思って。これがまさに任用なんですよ。これが認定できると、ね、えー、密室の行為っていうのが認定できるんだよ。これを知っといてください。で、放火剤の場合は、揮発の火力。だから、もうすでに火が出てる状態を見て、ああこのままで、うん、まあいいやって思っちゃった。これが密室の行為です。でかつてはね、これ、揮発の火力を 利用する意思っていう、利用意思までこう要求してたあ、昔の判例はそういう判例があるんだけど、少し要件がこう緩くなりました。やっぱり、任用する意思っていうのが、密室の行為の正体ですので、ね、この任用がキーワード。はい。じゃあ次、O2 いきましょう。O2、えー、は、まあ、法助犯の成否っていう形で問題にしてますね。 甲府、えー、の依頼を受けて通用口の施錠を外した行為に建造物侵入と窃盗のほ助犯が成立しないかとこれねちょっと細かいこと言うよほ助犯とか調査犯すなわち教義の共犯を認定する場合はこれね癖つけといてほしいんですね1行目これあの1番でいきなりほ助犯が成立しないかで始まっていくけど本当はここねここ。 最初、この一番の前ってことね、ここちょっと米印入れますけど、この米印、本当はほ助犯とか共作犯はね、一行目に書くのは必ず正犯です。これ、えーと、答案のルール。 必ず正犯を先に認定する競技の,の共犯の場合はね必ず正犯を必ず先に先にっていう言葉を言うとこか先に必ず先に正犯を認定するこれ何を言ってるかというと 従属性、のこと言ってます従属性、まあ、これルールなのでい,い,あのいきなり法助犯の検討から始まる答案っていうのはもうその時点で刑法の体系に従って書いてないっていうそういう評価になっちゃうの、ね。法助犯とか教祖犯っていうのは正犯があって初めて成立するから従属性でね。いいですかだかだら えー、いきなり法助犯の性被が問題になるって、えー、問題提起しちゃうと、ね、この従属性っていうルールを守ってないってことになっちゃう、ね、だから1行目は必ず正犯なんですよ、だから第2、乙の在籍について、1って書いたら、上述した通りり、うに建造物侵入罪および、えー、窃盗罪が成立するって、1行目はこれを書かなきゃいけない上述、もうすでにあの認定してるから、認定を繰り返す必要ないよ。 上述した通り、公に、建造物侵入罪及び窃盗罪が成立するって書いて、で、2番、で、ね、この、建造物侵入罪と窃盗罪について、オツは法助犯に当たらないかっていう形で問題提起すると。必ず正犯があって、そこに対して法助とか強唆っていう形で認定しなきゃダメだから、1行目は必ず正犯を指摘するっていう、この癖をつけとくといいと思います。 これ一応、この答案構成上はこうから書き出してるから、ほ、え、う、ー、助班より先に正犯を認定したっていうのは、順番は一応そういう順番になってるからいいんだけど、これ、場合によっては、乙の在籍から書き出す問題とかもあるからね、乙の在籍から書き出す問題で、1行目でいきなり補助班って書かれると、ね、もうルール守ってないなっていう話になっちゃうから、ね、この癖をつけとくといいと思います、だから。ね、どんな場合でも補助班を認定するときは、1行目に必ず正犯を指摘してから、その正犯に対して補助っていう形で認定すると。 強さも同じです、はいえー、ちょっとこれは答案上のルールというか、えー、注意ポイントとして指摘しておきますね。はい、で公は当初、A 社に侵入し、侵入行えー、と窃盗行為を行う予定であったが、急遽 B 社に変更しているということで、事情が変わってるということで、これでほ助って言えるのかということだね。 で、えー、ここは規範の部分ですね。補助の処罰根拠は、正犯の実行行為を容易にして結果発生の危険を高めることにある。そうすると、正犯の実行を物理的、心理的に容易にした場合には、補助したに当たるということだな。これは規範の部分だから覚えましょう。えー、すなわち、正犯の実行行為を介して結果発生に因果性を及ぼすというのが処罰根拠なわけだから。 戦、えー、犯の実行行為をより促進するっていうことをやったらもうそれは補助というよと、ね、心理的であろうと、えー、あるいは物理的であろうといいですかねでところが本文では当てはめ見てください「えー、オツは公が侵入した B 建物ではなく A 建物の鍵を外しただけ」えー「公の実行を物理的に容易にしたとは言えない」ねえー「結局 A 社の建物の鍵を開けたっていうのは犯行を物理的にね え促進したというか、物理的に役立ったっていう関係が全くないじゃないですか、えー、無駄だったってことでしょ、端的に言うと。A 社の鍵開けてたもの、全然関係なかったと、B 社入ってから。 はい、だから物理的に容易にしてないと、また、こうはオツが協力を引き受けてくれたことについて助かるよと次、次安心して侵入できるようになったとは言えるが、それは A、社建物への侵入であり、B、社建物への侵入は、オツの協力がないことを認識してやっている以上、心理的に容易にしたとも言えないと、まあぶ、物理的にも、心理的にも、ね、正犯の実行行為を容易にしたとかね、促進したっていう関係が認められないよと。 はい、これは何を認定したかというとすなわち因果性がないということなんですよね、結果に因果性を及ぼしていないと。因果性なし、したがってほ助に当たらないと、こういう認定をしたということです。 はい、ここの認定はこれでいいと思います。かっこ4番で客観面で補助したに当たらない以上、錯誤は問題とならないって一応念のため書いてるけどこ仮にあの因果性がね、客観面で因果性があるってことになると、ね、え次はじゃあ、故意があるのかっていうことで錯誤、まあの問題になるっていうことなんだけどね。オツとしては A 社にこうが入ると思ってると。 A 社で悪さするって認識してるでしょところが実際こうは B 社で悪さしちゃったから、ね、B 社で悪さするってことはオツは認識してないわけでしょだから錯誤ですね事実の錯誤が問題になるとただそれは因果性が仮にある場合の話であって客観面で因果性がないとなるとこれそもそもほう助に当たらないから、ね、恋は問題になんないよっていうことで念のために括弧コ4は書いてるって感じね一応勉強のためにね括弧コ4のこの意味も一応はね えー、理解はしてておいいください仮に助客観面で補助したと言える場合は確かに錯誤の問題になります、ね、あのこの手の問題を出すともう本当にすぐに錯誤論に飛びつくという答案がいくつか出るんですよ、<laughs> 毎回、えー。なので、錯誤論行く前に因果性があるかという検討が大事だよと。 えまあそういういこれは注意喚起というふうに思っておいてください。いいかな作語論、皆さん大好きだから、作語論飛びつくんだけど、作語行く前に決着がつくわけね、こういう事案では。えー、作語の前に作、作語の前に因がありと、これがキーワー、えー、とスローガンですね、作語の前に因があり。 因果性がないんだったらもう客観面で、えー、該当性がないわけだから主観面の問題にそもそも入らないので錯誤論、問題にならないよと、えー、これがスローガンです注意してくださいはいでじ助は成立しないという結論はこれでいいでしょう次、兵の在籍ですね。 で、これも不作違反で非現住建造物放火罪を検討してます。ということだな。で、当てはめのところだけ見ていくよ。規範は同じでしょうから。えー、事務所の床が燃えているのは、兵が、えー、本来退社の際に消さなければいけない石油ストーブのおー火を消さなかったのが元々の原因。だ元々の原因を作ってるってことだな。 はい、これが先行行為でしょ、えー、その場にいたのは兵のみで他のものは火を消すことができないあごめんなさいそのすぐ下に事故の責めに遺すべき自由により費出火原因を作出してるって書いてあるからこいいんだな先行行為で,、はい、でその場にいたのは兵のみ 他のものは火を消すことができない状況、はい、これがだから排他的支配ですね。はい、ということで、作為義務を認定します、消火すべき法的作為義務。まあ、これも自らさ、えー、消火器を使って消火する義務だということだな、自ら消火活動に当たると。 そういうい義務ですねもう少し具体的に書くとすると。で、容易性可能性、容易性も認定しているので、同価値性があるから、実行行為と言えるよと。ちなみにじ、これね。 ちょっとこの答案最後、気をつけてほしい、実行・行為性が認められるってもうこれ、これ書いちゃったら結論ですからね、いいですか、もう認められるって書いたら結論だから、最も実行・行為性が、えー、認められないとも思えるって、これ、ひっくり返してあのこう問題提起をすると、非常になんていうか、論理的じゃない文章に思える、思われるから、気をつけてね、えー、結論述べちゃったら、もうその後でひっくり返しちゃだめですよ。 結論述べた後にひっくり返して問題提起する答案っていうのは、あの論理的な文章じゃないという、そういう評価になっちゃいますんでね。これ、気をつけてね。全部検討すべきことを検討した上で結論述べてください。実行行為性が認められないとも思えるんだったら、これ検討した上でじゃないと、実行行為性が認められるという結論は出しちゃダメですから。いいよね。でただね、このカッコさんとか、縦三か。縦3の検討は、 ねえーまあ、そんなにいらないんじゃないかなっていうぐらい,いカッコに入れちゃいますこれもうすでに火が、ね、独立燃焼してたんだから、ね、それはもう兵は放火罪っていうふうに言わないんじゃないのって、まあ、そういうことから要するに言いたいんだけどねもうすでに公、ね、が不作為の放火によって火を燃え上がらせてもうすでに、ねえー、焼損しちゃってたからその後兵が来たけど もうすでに結果発生している以上は、もうそれは兵が放火したという評価はできないんじゃないのっていうことを一応問題にしてるんだけどね。えー、だけれども、作為義務があって、作為義務に違反したんだってことになれば、それは実行行為であることは間違いないので、この上の認定ができていれば、実行行為性が認定できるわけだから、3をもう一度問題にする必要はないと思います。まあ、強いて言うんだったら、さっきの結果回避可能性の問題だと思いますけどね。兵は何したって、もうね、消せなかったじゃないかと。 すでに燃え,燃え上がってるんだからその後兵が何をしようともう消せなかったんじゃないかってここは問題になりうるけれども、ね、だけど、ね、本問では、ね、兵が発見した時点で消火すれば消せたんだっていう事情があったわけでしょだからこの可能性容易性も認定できるし結果回避可能性も認定できるんだからやはり実行行為だというふうに言って問題ないわけですよだからその3番の問題意識をあえて書く必要は別にないかなという気がします はい、であと以上よりで結論出しちゃっていくけど、やっぱここも故意が認定できてないので、故意の認定を必ず入れてね。いいですか、故意の認定は、揮発の火力を任用する意思ですよ、問題文もう一回見るよ、ここだな。平和 そのままその火をそのまま放置すれば建物全体が燃えてしまうと思いつつ、ね、発覚するのを恐れてその場から立ち去ったと言ってますから、えー、ここですね、これが揮発の火力を引用する意思ですね、密室の行為ですね。 はいということで、ちょっと前半を重ための論点が続いたので長々とやってしまいましたのでここで一旦休憩に入れます。10分休憩にします。じゃあ前半これで終了します。はいじゃあ後半の講義を始めます。えー、と先ほどの続きから次が第3問ですね。でちょっと今日あの初回だからあの <laughs> いいろいろじっくり詳しくやってるんですけれども、えー、とペースを上げないとです、ね、あの最後まで終わらないので次回以降は問題文は、ねえー、何度も言うけど検討してもらってるという前提で進めますので今日は見ていきますけれども、えー、第3問は、えー、と A ランクをつけますで見ていきます。 の母、X、妻、オツ、および、甲の友人の子である大学生、兵とともに暮らしていた、日頃から高齢である X の介護のため、精神的に、期待的に疲れきっていた、オツは、今の状況から逃れるには、X を殺害するほかないと考え、殺意をもって、はい、主観面ですね、殺意、殺人罪の検討の目印、えー、就寝中の X の頭部をゴルフクラブで数回殴打したというのが、これがオツの行為、オツ。 とメモを入れておきます X の悲鳴を聞いて駆けつけた子はゴルフクラブを振り上げて X をさらに暴行しようとしている、あおだしようとしているオツに対して、何をやってるんだ、やめないかと言いながら、兵、えー、とともにオツの行為をやめさせたということですね。X は頭部から血を流して意識を失っていたと。 えただ、まあ、息があったので、こうは X を直ちに病院に連れて行った医師の治療を受けさせれば死ぬことはないだろうと考えたと。そこで、こうは兵に対し、X を病院に連れていくので、早く手伝って、ごめんなさい、<laughs> X を病院に連れていくので、手伝ってほしいというふうに頼み、これを承諾した兵とともに、X をこうの車に乗せて病院に向かったと。ところが、日頃からオツに同乗していた兵は、X がこのまま死ねばいいと。 ね、この際死ねばいいと考え、これ、兵の主観面、出てきましたね、えー、殺意だよね、密室の恋だよね、死ねばいいという任用が出てきましたから、兵、えー、の主観面、えー、車の中で、うに対して、病院に連れてって、医者から事情を聞かれれば、うつだけでなく、僕たちもやったと疑われますよと、えー、それより X を病院の前に降ろして寝かせておきませんかと、そうすればね、誰かが X を見つけて助けてくれますよというふうふに提案した。えー、コーは 病院の前であれば誰かが見つけてくれるだろう、X は死ぬことはないだろうと思い、これは、甲の主観面だよな、この主観面の事情、すなわち、甲には殺意はないぞっていうことを示しているんでしょうね、兵、えー、の提案を受けるた。そこで、こ、え、う、ー、と兵はぐったりしている X を車から降ろして、病院の前にの路上に寝かせて立ち去ったということで、これはこうと兵が両方一緒にやっている共同行為ですね。 ちょっと難しいのは、公と兵が一緒に一つの行為をやりましたとで、共同戦犯だということを検討することになると思いますけど、公と兵は主観面が違うということです。兵には殺意があるけど、公には殺意がないんだと、でそれを前提に検討しなきゃいけないと、はい、そこがちょっとややこしいところですね、この問題の。 はい、で兵は、ね、まんまとこのあと、ね、また病院に戻ってきて、ね、人目のつかない植え込みの際に、えー、影に運びその場に放置して立ち去ってますから、ね、兵はやっぱり殺意を持って殺人という、ね、その検討になるんでしょう。はい、X は死亡した後日判明したところによれば X の死因は治療がされなかったことによる失血。 これ悩ましいのはさ治療がされなかったことによる失血失血ってことはやっもともとの、えー、ゴルフクラブのオーダーによって、ね、出血したわけだからもともとのゴルフクラブのオーダーによる出血、えー、失血死なんだよね、えー、ただ治療がなされなかったっていうことが、ねえー、一つ介在しているのでこれをどう考えるのかと、ねえーまあ、そこをこうなんていうか皆さんに悩ませるための表現ですねこれ治療がなされたことによるでも死因は失血ですよと。 はい、さあその辺が問題、だこれ構造的には、ねえー、似てますね、さっきの問題とね、実行行為性とやっぱ因果関係というところが問題になるんでしょうね、でまず、オツの行為ですけれども、えー、オツから見ていきます、えー。オツはもうゴルフクラブ王だっていう実行行為やってますので、これは不作為でもなんでもない、作為犯ですので、ねえー、いいよね、実行行為のところは、えー、上記行為には。 殺人罪の実行行為性が認められ死亡結果も発生していると、えっとね、ただ、この実行行為性についてはちゃんと認定した方がいいですよ実行行為性が認められる理由、えー、すなわち、まあ、同じ行為であってもさ、えー、あそっか同じ行為って 殺意を持ってってやってか殺意を持ってやってるから殺人の実行行為だっていう,ふうに言っちゃっただけなのかもしれないけどね、この答案は。えー、ただ、その行為の危険性を、ね、きちんと指摘した方がいいと思います。えー、行為の危険性 まあ一応今日まあ最初の回だから少しいろいろな情報をえ皆さんにお伝えするという意味で実行行為性の,ねこの行為の危険性をえ認定するときの視点ですけれどもまあえいろいろな事情からこの危険性を認定するんですけどよく言われるのはね3つぐらい観点があって1つは狂器使っている場合とえ狂器の性質。 はい、これを評価するもう一つは総称の部位、まあ、どこに怪我を負わせたかという総称の部位でもう一つは攻撃の対応 攻撃の対応をこ,はいこの3つですねメルクマールがよく言われますね狂気の性質総称の部位攻撃の対応はいそれぞれ本文を見てみるとまず 狂気の性質、狂気使ってますね、ゴルフクラブ。非常に硬い。えー、殺傷力、場合によっては持ってる。そういう狂気になりうると、えー。そういう性質の狂気です。創傷の部位、どうですか頭部ですね、頭部。 えまあ頭部だとか、そういうまああその人の生命維持にとって重要な部位のことをねえ身体の数要部とか言ったりしますけれども、身体の数要部、すなわちそこに攻撃を受けると、致命傷になっちゃうと、そういうことね、頭部、ですから非常に危険な部位ですよね、総称の部位は。そして攻撃対応ですけど、数回オーダーですから。 かなり強い攻撃対応というかねやっぱりこれも致命傷を負わせうる攻撃対応だということが言えるでしょうですから非常に危険な凶器を使って危険な場所に、ね、かなり危険な対応で攻撃を加えてるんだからこの行為は殺人の実行行為だよとそういう形で認定するってこと、ね、い,いですか。こ、ま、と、あ、この3つが一応その危険性を認定する際の重要なメルクマールになってくる。 まあ、ただ、あんまりね、ここはもう殺人のもう殺意を持ってやったと書いてあるから、殺人の実行行為であんまり問題ないだろうということで、えー、この答案上はメリハリ上、この1行でもう認定しちゃってますけど、ねえー、こういう実行行為も丁寧に認定されている方が、やっぱり印象はいいですから、答案のね。えー、だから、こういう3つの視点から危険性を認定するということができてると、なおいいでしょう。さあ、そして問題はやっぱり因果関係で。 え因果関係が認められるかということで危険が現実化したと言えるかということを検討していきますもうあのこの規範部分はさっきやったのでいいです3番の当てはめのところいきなり見ちゃいます、えー、本問について見ると頭、えー、部をゴルフクラブで数回殴ー,ーする行為はその行為自体で死亡させる危険性の高い行為、はい、これ実行行為性のところでだからこれ書けばいいんだよ、ねえー、そしたら実行行為の認定になりますから、ねえー、実行行為性のところでこの危険性が指摘できるとなお良かったけどねええー でその後、まあ、問題は、開催事情をどう評価するかですけれども、ねえー、介在事情としては、えー、とこの問題提起のところをさっき読み飛ばしちゃったか、ここね、X が死に至るまでに公や兵の行為が介在しているから問題となるということでね、はい、この介在事情をどう評価するかって、ここを必ず答案で分析してこなきゃいけない。えー、確かに、怪我を負った X と同居している公・兵が X を遺棄するという行動に及ぶことは、 異常な行動、異常な介在事情と言えると、異常な介在事情、はい、先ほどちょっと言ったけど、この危険の現実化っていうのをどうやって判断すあ、ごめんなさい、結果がきき危険が結果へと現実化した、ここをどうやって判断するかっていう判断基準を示すといいです、ね、それがだから、介在事情の異常性と、介在事情の結果への寄与度と。 この二つの観点から判断するぞっていうふうにしてえ、判断基準を示した上で当てはめと。で、異常性ですね。介在事情の異常性という点からすると、異常な介在事情と言えると。で、ただね、これ、異常って言ってるだけで、なんで異常、どうして異常という評価ができるのかって、肝心なそこが書いてないんだよね。この異常と言えるのはどうしてなのかと。ここを書かなきゃダメですよ。いや、X と兵、あ、ごめんなさい。公と兵が X を行きするっていうのは、 異常だとでこれ異常って言ってるだけなんで、ね、こ,れこういうふうに書いちゃうとどうして異常というふうに評価できるのかそれは先ほど判例を読んだらもう分かりましたよね異常な介在事情ってのはどういう事情のことを言うんでしたさっきの復習ですですなわちそれは実行行為に誘発された事情とは言えないってことでしょいいですね 実行行為に誘発された事情とは言えない実行行為とは関係なく生じているんだと誘発なしとまあそういうふうにメモを入れておきますまあこれはさ結局公と兵が自分の意思決定でそういうことをやったわけで自らの意思決定でやった行為だからオツの行為が誘発したとは言えないよとまあそういうふうに評価したわけだよ異常な介在事情 えー、及ぶことは異常な介在事情だと、ごめんなさい、異常な介在事情だとは言えないというふうにさっき言ったか、ごめんなさい、異常な介在事情と言えるでしたね、肯定と否定が真逆でした、異常な介在事情と言えるのはどうしてかでした、ね、言えるのはどうしてか、はい、それは誘発されていないからということですね。いいよね、実行行為に誘発された事情とは言えないから、そういう事情は、 異常な介在事情なんだとそうすると異常な介在事情によってね異常な介在事情によってもし死亡結果が発生してたとすると危険が現実かって言えなくなっちゃう危険の現実かって言えなくなっちゃうんじゃないかという観点からじゃあ誘発してない。 異常性はあるとじゃあ,あ,あ、死因を形成したのはどっちだったんだということだよな、しかし、X の死因は治療,、まあ、治,治療がなされなかったことによる失血死である、この死因はオツの行為により作出された、死因形成ということですね、死因形成。 オツの行為が信因を形成したということは、これ、海在事情の評価をちゃんと書いといたほうがいいんで、海事情を無視したままだと、海、ねえー、在事情を無視したままで結論を出しちゃうと点数が伸びないので、え必ず海在事情の評価を書いといたほうがいいんだけど、オツの行為が死因を形成したということは、海在事情についてはどういう評価をしたってことになるの すなわち、介在事情については、ねえー、死因を変更するほどの影響力を与えてないってことなんでしょ、すなわち、キーワードが小さいっていう評価をしたってことなんですよね。ここを書いておいたほうがいいです、キーワードが小さい介在、えーと。死因を形成したのは、えー、とこれ、ちょっとこのままだと、若干ミスリードだな、死因を形成したのは、オツの行為でしょ。 うつの行為が死因を形成しているから、介在事情の異常、起用度は低いと。介在事情の起用度は小さいと。したがって因果関係が認められるということだな。いい、これは直接原因型ですね。<laughs> 直接原因型で因果関係を認めたとはいですから、もう一回さっきの復習で戻るけど実行行為と介在事情は、ね、誘発されたわけじゃないから確かに異常性は大きいと,異常,だと異常な介在事情だと。 でしかしながら、介在事情が結果に与えた寄与度は、ねえー、死因を形成しているのがこっちだったから、ね、それは死因を変更するような、ね、そういう影響を与えたわけではないと、ね、すなわち、寄与度が小さいと、ね、すなわち危険が現実化したと認められると、そういう認定ですね。はい、でこれはこれでいいでしょう、えー、とにかく今日の復習のポイントはね、えー、不作違反の実行行為性の認定と、 あと、因果関係ですね、行為後に介在事情が生じた場合の因果関係の認定と、この2つをきちんと、ね、復習しておいていただければと、そこが今日のメインですから、はい、で次、兵ですけれども、えー、兵は死ればいいと思うク <laughs> x を人目につかない植え込みの影に放置して立ち去っている、かかる行為に殺人罪が成立するかと。 はい、これもだから不作違反の実行行為制なのでここはもうだから規範は同じなので当てはめみますよ。えー、本文では兵は人通りの少ない夜間 X を一旦病院に連れていくために車に乗せて病院に向かっているということでこれはだから先行行為による。 先行行為によって危険な状況を作っちゃっているそして X の生命は兵に排他的に依存する状態、えー、排他的支配と、えー、この2つを認定してますねはい、えー、と認定の仕方はこれでいいと思いますよって 1X を保護すべきうんいまいちなんだよね保護すべき 保護するって具体的に何をする義務なのってこれ必ず突っ込み入るからね、こういう答案書くと、具体的に何をする必要があったんですか、平和という問いが入っちゃうので、そういう突っ込みを入れないように、ここは内容を具体的にという添削をまた入れておきますけど、内容を具体的に特定してくださいと。 何をすする義務があったんですかでこれは皆さんがこの問題を見てどういうことをする義務があったんだってことを特定認定すればいいわけです。例えば、ねちゃん、例えばっていうかまあこれ、えー、明らかだよね。要するに病院にちゃんと,するちゃんと連れていく義務でしょ。えー、病院に連れて行って、えー、まあ判例の言葉を借りると医師による治療を受けさせる義務ということだな。医師による適切な治療行為を受けさせる義務を負っていたと。そういうことだよね はい、その内容をきちんと特定して書いてください、はいまあちなみに、えー、と殺人罪成立させてで最初さ、病院の前に。 えー、下ろした行為は単純遺棄罪だと言ってますけど、まあ、これは最終的に殺人罪になっているので、えー、吸収されるということで殺人罪一罪で、えー、単純遺棄罪の方は吸収されるっていう認定になってますね、まあ、メインは殺人罪なのでこれはこういう書き方でもいいと思いますであとあそうだ、これねこの答案を書いてる人の癖だと思うんだけどやっぱり行為が認定されてないんだよね。 これまずいよね因果関係があるってこれで終わっちゃってるでしょここですね恋なぜか故意の認定が抜けてる答案が多いのでこれ注意して故意は必ず認定しなきゃだめです客観面が認定できたら死ねばいいと考えっていうねさっきの。 兵はここ、ね、X がこの際死ねばいいと考えてこ,こ,、ね、これが行為ですよねだから、ね、殺意も認められるということ、ね、密室的な殺意が認められるよということをちゃんと認定する必要があります、はい、で次、えー、最後、こうですけれどもこうは殺意がないので、えー、殺人罪ではないよ、ねえー、そこで、えー、保護責任者遺棄罪と。 といいうことを検討していますえまず、子は X の子でありえ保護する責任を負うものに当たるとまあ、これもね、メリハリ的にはもうこういう認定でもいいんだけど、なんで子であると保護する責任を負うものになるんだっていうことは何も説明してないので、子だっていうだけで保護責任者になるのかっていう問題ね。 であれば子に対して、ねえー、未成年者の子に対しては親であれば例えば看護義務が民法上あったりあるいは夫婦であれば夫婦間にはお互いに助け合うという扶助義務が民法上あったりね、えー、親が子に対して追うとか夫婦が相互に追うとかだったらまあそれはそうなんだけど子が親に対してっていうのは、ね、これはあの法令上は一律に何か義務があるっていうわけではないですよ。 だから、上理上とかさ、そういうことでしかないんだよね、ここで言いたいのはおそらく。だから、子だから、子子 X の子だから、保護責任者だっていう、これだけだと、ちょっと説明不足なんだと思います、厳密にはね。ただ、メリハリ的にまあこれぐらいの認定でいいんだっていうのは、最終的にはその判断になったんだと思いますけど、これ、保護責任者だっていうね、そういう立場を基礎付けたいのであれば、本問ではね、 え一度、車に乗せて救助を引き受けているって、この事情を指摘する必要があるんだと思いますね、えー、保護責任者だっていうことが言いたいのであれば、えー、一度、あなたは車に乗せて、ね、えー、親を助ける、救助するっていうことを引き受けてますよね、ってことは、あなた保護責任者ですよっていう形で認定するというのが丁寧な認定だと思います。 子が親に対して何、えー、か義務があるかというと民法上とかそう法令上を直に導けるものではないからね。はい、でまあそれはいいとして、えー、保護責任者遺棄致死まで成立するかということでこれもやっぱり因果関係が認められるかということですね。 そそもそも病院の前の路上という,う人に発見されやすく、直ちに治療行為を行うことができる場所に X を寝かせて立ち去る行為は、それ自体、人を死亡に至らしめる高度の危険を有しているといえない、また、兵が X を人目につかない場所に移動させ、救助が期待できない場所に放置すること、これが介在事情ですよね。これが介在事情、はい、この事情をどう評価するか、ここを絶対、答案に書いてこなきゃいけないわけね。 はい、これは異常性が高く異常な介在事情だと言っていますでこれもさ異常性が高い異常だとしか言ってなくて理由書いてないのでその理由を書けるかどうかがポイントだよな,なんで異常と言えるのかとでこれもさっきと同じでしょ誘発してとは言えないからと誘発して なしとメモ入れておきますけど誘発したとは言えないからなんかこうの行為によって兵の殺意が誘発されたとかさ兵がねこういう介在事情に出ることがね兵の行為がこうの行為によって誘発されたとは言えないでしょだから異常な介在事情だよと。 でもう一つ、これ、清戸についてはどういう評価をするかが書いてないんだけどね、清戸はどう評価しますか、皆さん、この兵の行為。これは不作為の実行行為性をさっき検討したけど、 単純な不作為とはやっぱちょっと違うなぜなら場所を移動していると場所の移動を伴っているとその部分は作為なんだよね場所の移動を伴ってね、えー、本来だったらそのままにしておけば助かる可能性が高かった病院の前だから病院の前に、えー、置いておけば助けられたかもしれないだけどその人の場所を移動させて誰も助けられないような場所に移動させちゃったとそういう事情なんだよねでそうするとこれは兵が 場所を移動させたっていうこういうううこ積極的な作為をその部分はねえこの事情はさ兵の実行行為性としては先行行為としてえ検討した事情ですけどここでは積極的作為だというふうに評価できるわけよそんな行為がなければ助かったかもしれないのに兵がわざわざそういうことをやっちゃったからえすなわち兵のこのお介在事情兵の行為というのは 死亡の危険を飛躍的に高めるような行為だったという評価ができるんじゃないですかねだから、気温度が高いと。気温度低いとは言えないよねと。低いとは言えないぐらいにしておくか。 えその場所を移動させたっていう部分は少なくとも積極的な作為だからそれによって死亡の危険が飛躍的に高まったよっていうことが言えるので気温が低いとは言えないよねとでそうなるとさすがにえさっきの,この図に戻るけれどもこの図、また使いますけど。 異常性も高くて、異常性も高くて、機能度も高いとなっちゃうと、すなわち、開催事情の機能度が高く、この開催事情は実行行為と無関係だってことになっちゃうと、これは因果関係が否定されると、切れちゃうということになるんでしょうね。なので、こういう評価をするのであれば、ここでは因果関係否定してますけど、この評価は、 うんまあ、これはこれで適切な評価かなというふうに思いますね。はい、で、こうは保護責任者遺棄罪で。 兵は殺人罪だということでえ異なる犯罪間で共同戦犯が成立しないかっていう最後、ここ共犯論がちょっと絡んでくるけどさすがに共犯の話まではこれ今日解説するともうね、非常に重たい抗議になっちゃう共犯のところはまたえ共犯のところでじっくり解説しますのでえ一応、これは今日のメインテーマとしては外しておきますのでえーチェックだけにしておきます。 共犯の処罰根拠は、えー、他のあ共犯者の行為を介して公正要件的結果を生じさせたことだと、まあ、一応処罰根拠のところだけ赤にしておきましたで、えーとね、このね、格好、行為共同説っていうのはちょっと色が映りにくいんだけど青で、えーえー、と印字してあります。見見ええるかな若干見えづらい 赤は見えやすいと思うんだけど、青はちょっと見えづらいかもしれない、皇位共同説は青にしました、青は、青でこれ、色つけたところは、これ、この講義の、今後もまたね、青で色つけたところは、何箇所か出てくるんだけど、ちょっとあえてここは青でもう一度、マーカー引いちゃうけど、青で色をつけたところは、これはね、判例とは違う立場ですので、そのまま答案にこの説を使うことは、あんまりお勧めしないよという意味です。 わざわざ判例と違う立場で書くことはお勧めしませんという意味で青にしておきます。これ判例は部分,的部分的犯罪共同説と言われています。 部分的犯罪共同説、えー、ですから、えー、行為共同説ではないというふうに言われてますので、えー、このね、共犯の成立には行為を共同すれば足りるって、この考え方は取らない方がいいかなというふうに思います。で、詳しくはまた共犯論のところでこれは説明しようとは思いますけど、えー、とどっかにこれも入れといたかな。 えっと部分的犯罪共同説の考え方はノートに入れてなかったかなうん入れてなかったかもしれないので。 まあじゃあ一応メモだけ。まあ詳しくはね、またやりますけれども、部分的犯罪共同説の考え方は、こういうふうになりますね。平と公はどういうふうに共犯関係になるかというと、ね、あくまでも、 犯罪共同説だから、なんか行為を共同すれば足りるっていう話じゃないんですよ。犯罪を共同、特定の犯罪を共同する必要があるから。だから、兵と公というのは、あくまでもね、ね、えー、共同正犯としては同じ罪名じゃなきゃいけなくて、ね、えー、だから保護責任者遺棄の限度で、ね、保護責任者、 えーまあ、結果的過重犯だから、保護責任者、えー、域か、でいいのか、の限度で共同戦犯、公、えー、には、そっか、公には、えー、殺人、えー、ごめんなさい、公は殺人兵が殺人か、兵、ねえー、は殺人で、公は殺人成立してなかったから、あくまでも保護責任者域の限度でしかあ共同戦犯にはならないと。 いいよね、これ、えーと、因果関係否定してるから、致死の軌跡は否定してましたんでね、えー、あくまで兵に成立している保護責任者域の限度でしか共同制覇にはできないよと、そういうことになりますで。ただ、兵は殺人罪が単独犯として成立してました。殺人が単独犯として成立していた。 よね、だから、兵に成立する保護責任者遺棄の共同戦犯というのは殺人罪に吸収されちゃいますだから、兵は殺人罪しか、まあ、表には出てこないという、ね殺人えー、と保護責任者遺棄罪のコートの共同戦犯を吸収した殺人罪が成立していると、えー、こういうふうに見るということね部分的犯罪共同説はあくまでも2人が共同戦犯になっているのは保護責任者遺棄罪の限度でしかないと、えー、罪名が同じ。 形でしか、ね、共同戦犯にはなってないと。ね、ところが、兵は殺人罪がそれとは別に単独で成立しているから、そこに吸収されるよと。ということです。だからこれを論文に書くんだったら、ねえー、保護責任者遺棄罪の限度で、えー、共同戦犯になる、ね。兵には殺人罪が成立し、コートは保護責任者遺棄罪の限度で共同戦犯になる まあそういう書き方になるんですけどね、まあ、これもまあ共犯論のところでまた詳しくやるとういうことになると思います。はい、で一応、言及だけして次行きましょう。はい、第4問は実質一論点なので、読んで終わりって感じです、C ランク。えー、これは論文の問題というよりは、もうあの論点の勉強というふうに使ってください。 え、殺そうとして日本刀で切りつけたと。え、ところが身をかわした。え、通常であれば2週間で治る程度の総称にとどまったが、ね、血友病であったため、出血が止まらずに死亡したと。いうことだね。え、こうは、A が血友病であることを知らなかった。 あのちなみにですねえっと今もう皆さんは危険の現実化っていう考え方でほとんどの受験生は因果関係ね危険の現実化で書くのでえこの事情はもう使わないってことねえこれ平成4年の旧司法試験の問題なんだけど平成4年当時はまだ危険の現実化っていうのは言われてなくてね相当因果関係説で皆さんあの受験生みんな書いてた時代です。 で相当因果関係説で判断するんだったらこういう、ね、予見可能性っていう事情は重要なファクターになってくるんだけど危険の現実化っていうのは先ほどちょっと判例検討しましたけど予見可能かどうかなんて全く問題にしてないでしょ、介在事情がいいですかこれ勘違いしちゃだめなんだけど危険の現実化と相当因果関係は何が違うかというといいですかその開催事情の評価のところで予見できたかどうかっていうことを問題にするかしないかそういうことです。 相当因果関係説は、ね、一般人にとって予見可能だったとかね、行為者が特に予見していたとかね、そういう予見可能性という事情が重要なファクターになってくるんだけど、危険の現実化っていうのは、そういう予見可能性っていう視点は、ね、これをもう意図的に排除してですね、予見可能かどうかのは関係ないんだと。客観的に行為の危険が、 あくまでも客観的に結果にと結果へと現実化したかどうかの問題だからもっぱら客観的な軌跡を問題とするのが因果関係だから後遺者の予見とか一般人の予見可能性ってこれ関係ないんですよというのが危険な現実化の発想ですまあ客観的貴族論とか言ったりしますけどねでこの平成4年当時はだから客観的貴族論ではなくてやっぱり相当因果関係説で受験生が書いていた時代だったからだからこういう事情が問題文に入ってますけど 皆さんが危険の現実化で書くんだったらこの事情はもう関係ないっていうことはえ知っておいてね誰が予見できたかとか一般人が予見できたかとかそういうのは全然関係ないです危険の現実化にとってはねあくまでも客観的軌跡ですはいということで答案例は2つ出ていて危険の現実化で書く場合と相当因果関係説で書く場合とでしかも相当因果関係説の中でも折中説ですね折中説で書く場合と。 ということで2つ出てますで、これはもう見ておいてください、えー、実質一論点の問題なので、ねえー、危険の現実化で書く場合と、相当因果関係説で書く場合がで、相当因果関係説で書く人は、もう、えー、と最近の受験生はもういないので、こちらはもう参考程度です、そもそも参考程度、自分が書くことはないと思います、ただ、そっか、自分が書くことはないってと、また語弊があるな。 あのここ1、2年、去年からなんですけど、去年と今年はあは、司法試験の問題がちょっとそれまでの問題と実は変わってね、えー、刑法の問題があの、それまではね、平成29年までは司法試験の刑法の問題って、えー、まさしくこういうあの在籍をを、ね、検討しろっていうね、この在籍について論ぜようと、これだけだったんですよ、平成29年までは。 で予備試験はずっとこれです予備試験はこ,うあのこれで、えー、検討できるようにしていただければいいあの司法試験の方、ね、司法試験の,方の出題の仕方がちょっと変わった去年から平成,、えー、と平成30年と今年か令和元年の去年から変わっててでどう変わったかというとこれ単純に在籍について論ぜよという形じゃなくてあの証文がついてて、ね、でこの結論を導くんだったらどういう理論構成になるか述べろとか、ね、それと反対の結論 ねえー、こういう結論にするんだったらどういう理論構成になるか述べようとか、えー、少しだからその理論構成を複数の視点からできるようにしておかないと対応できないような問題が出題されてるんですね去年と今年は。 なので、まあ、そういった観点からすると、まあ、学説の議論っていうのも少し、ねえー、理解しておくっていうレベルを少しだから、えー、それプラス自分でもちゃんと書けるようにっていうところまで、えー、要求されているのが今年とか去年の司法試験だったので、まあ、そういう観点からすると、まあ、これは見といてねっていう形で、えー、完全無視っていうわけにはいかないんだけどねでただ、因果関係については多くの受験生は今もう危険の現実化で書いてますからまずはあのメリハリと優先順位を間違えないようにしてください。 まずは先ほど言ったような判例をきちんと整理して理解して危険な現実化で書けるようにしてでプラスアルファでかつての通説というかもうずっと受験会ではまあ、ね、長らく通説的な地位を占めてましたけれどもこの相当因果関係説の、ね、理解というのもプラスアルファでしておくといいのかなと、まあ、位置づけとしてはそういう位置づけ。 になりますでポイントは危険な現実がさっきも説明したのでいいんだけど、ねえー、相当因果関係説はだからこれね一般人が知りうる事情とか行為、えー、者が特に認識していた事情、まあ、これ、折衷説ですけどえすなわち、ね、予見可能性とか、ね、認識とか予見とかそういうことを問題にするんだよと、はい、これが相当因果関係説の発想です。 でこの事情を問題とするのかしないのかという点において相当因果関係説と危険の現実化は決定的に視点が異なっているということが言えます、はいでまあ、それを踏まえてです、ねえー、復習しておいていただければこの問題はこれでいいと思いますじゃ次行きましょう第5問、えー、これは A ランクですね これは平成25年の司法試験の問題、まあ、ちょっとシンプルに、えー、事案をして、えー、単純化して出題してますけど、えー、実際の司法試験の問題はもっと長かったけどね、それを若干シンプルにアレンジして出題してます。 暴力団員の末端組員である公は、組長である A から、この車、A 車を廃車にしようと思うが、手続きが面倒だから、お前と何度か行ったことがある採石場に持ってって、後部座席に積んであるガソリンをまいて燃やしてくれやというふうに指示された、公は組長である A の指示であることから、これを引き受けた、A が指示した採石場は、日の人里離れた山の中にあり、夜間、人が訪れることはめったにいなかった。 夜になると、こうは一人で A 社を運転し、採石場に向かった。こうが運転を開始してから1時間経った頃に、トランク内から助けてくれ、出してくれという人の声が聞こえた。こうが道端に A 社を止めて、A 車を止めてトランク内を開けてみると、トランク内には暴力団の幹部組員である V が手足をロープで縛られて横たわっている。こうはこの時点で、A が自分に事情を告げずに A 社を燃やすように仕向けて、V を焼き殺すつもりだったんだと気づいた。 公は位を殺害することに躊躇したが公自身日頃位からいじめを受けて位に恨みを抱いていたことから位をトランク内に閉じ込めたまま A 社を燃やし位を焼き殺すことを決意これが公の主観面ですからここで殺意ですね殺意が生じてますねで公は位が声を出さないように位の口を車内にあったガムテープで塞いだ上再び A 社を運転して採石場に向かったと。 はい、だこのまま焼き殺そうと決意してガムテープで口を塞いで再び運転を開始とこうはブイの口をガムテープで塞いだものの鼻を塞いだわけではないのでそれによってブイが死亡するとは思っていなかった、はい、ここをどう評価するのこれも主観面でしょそれによってその行為によっては死亡するとは思っていなかったところが実際にはどうだったんですか甲はその後 えー、山中の悪路を約1時間走行、トランク内の部位に気づいた地点から約キロにし距離にして約20キロ離れた採石場に到着、えー、部位はその間に蒸気走行により車酔いによりおう吐した、えー、ガムテープで口を塞がれていためい塞がれていた,ため、その土砂物が気管を塞ぎ、ねえー、採石場に到着する前に窒息死なんだよね、これ、実際の死亡結果は。窒息死したということです。 で、これ問題はあの、この在籍しか聞いてないんだけど、この、このね、えー、説問では。実際の司法試験では、えー、この A の方の在籍も聞かれてますからね。いい。こっちの在籍もね。すなわち、指示した方の。えー、だから、最終的な司法試験のレベルっていうのは、これ、あの、こっちの在籍も検討できるようにしなきゃダメですけどね。えー ま、間接戦犯とかそういうところが問題になるんでしょう。A の方の在籍はね。ただ本問はこれ、公の方の在籍に絞ってるので、とりあえずそこだけ解説しますけど、ね、公、えー、としては、ね、採石場まで車を持ってってそこで火つけて焼き殺そうというふうに計画していた。ところが計画よりも前の段階で、すでに口を塞いだっていう時点で車を運転したらそれでもう死んじゃってたと。そういう事案です。はい。 で、はい、見ていただくと回答例。え本文で、こうは部位を採石場まで運んで車ごと燃やして殺害する意図のもと。 えー、v の口を塞ぎトランクに閉じ込めて A 車を走らせるという準備行為を行ったところ V はガムテープで口を塞がれていたため吐車物が機関を塞いでしまい死亡したとかかる準備行為につき殺人罪が成立し公は同罪の在籍を追うか、えっとね、ちょっと言葉の使い方準備行為って言っちゃうと これあの準備行為っていうのは通常予備罪のときに使う言葉ね予備罪を表す言葉ね殺人予備です。殺人の準備行為っていうのは殺人予備行為ですだから準備行為っていう表現を使っちゃうとこれ予備罪っていう意味になっちゃうからちょっとこの準備行為っていう4文字はやめた方がいいかもしれない まさに準備行為にすぎないのかそれとも実行行為と言えるのかってそこが問題になってるわけですからこいういの計画としては殺害計画としてはあくま,あくまでも焼死させるというか、ね、焼き殺すっていう計画だったんだけれどもそれに向けてその前提となる行為をしたと口を塞いで車に、えー、を走らせた車トランクに乗せたまま車を走らせたと。 ね、いわわば計画上のの前提行為なわけですよねその殺人の実行行為に対して前提行為をやったとこの前提行為の時点で殺人の実行の着手と言っちゃっていいのかってそこが問題なわけです、ね、それは前提行為なわけだから、ね、これは単なる殺人予備ではなくて殺人の実行行為と言うべきなんだというふうに言えるのかがここでの問題の詳細いいですかね でえー、こ,のこの実行行為の判断の仕方なんですけれども、えー、と問題の所在がここで指摘されているのでちょょっと見てみましょうえ、まあ、実行行為の定義はいいんだけれども本問でのところを見てください本問で、こうは部位の口をガムテープで塞いだが鼻を塞いだわけではないとここですよね、はい、この事情が持つ意味です。 ね、ここね口を塞ぐだけで死の結果の直接的現実的危険性が生じるとは言えないこれが問題の所在です問題の所在というメモを入れておきましたけど、はい、ここが指摘できるかということですね。口を塞ぐ ででも鼻は塞いでないなだからそれだけで窒息死するっていうことにはならないんだよねいいですかだから口を塞ぐ行為それ単体で危険性を評価してもいや殺人の実行行為っていうほど危険な行為、うん、そこまで言えないんじゃないってなっちゃうわけですよいいですかところが実際にはこの行為から死亡結果発生してるからこの行為実行の着手って言えないと殺人罪成立しないわけで じゃあどうしようかというのがここの問題の所在、はい、でこれがちゃんと見抜けるとあのきちんとしたいい答案になるんだろうな、えーとまあ、参考になる下級審の裁判例とかはあるんだけれども、えーとですね、ちょっとこれ判例書に載っ,かって掲載がないので、えー、とレジュメというか板、えー、書でいきますノート、えー、と4ページ、えー、早すぎた構成要件の実現の累計1というのを見てください。 はい、公思考過程です、えーまあ、処罰範囲の訴求的拡張というふうに書きましたけど、これ、あの行為1と、えー、計画上、行為2があると、ね、行為1と行為2が犯、ね、行、えー、計画でこういうふうに、ね、連なっていたというときに、えー、まず、ね、今回で言うと、これだから、口を塞いで車に乗せるっていう行為1だよねで、その後、計画上はそれを車に火つけて燃やして殺すっていう行為2があったわけでしょ。 でこの2つの行為の関係をどういうふうに検討していくかですけど、ねえー、今回、行為1から死亡結果発生しているからまずは行為1のみ単独で危険性を見てみようとでそうしたところこの行為1のみでもし危険性が肯定できるんだったら別に問題ないわけですよ行為一は実行行為だってそう言えるんだったらねでところが本問みたいに口は不いだけど鼻は不いでない。 その行為だけでは直接的に窒息死させるほど危険な行為とは言えないっていう時にそうするとねこの行為1単独で評価するとそこまで危険じゃないからだから罰ないし三角ぐらい罰ないし三角ぐらいそこまで危険な行為じゃないなとなるとこれ単なる準備行為じゃない予備罪じゃないってことになっちゃうわけだからそこでなんですよそこで思考過程としてはじゃあってことで2番行為一プラス行為二を一連一 具体的に危険性を見見ててみましょううというふうに見ていにくそこで検討するのは行為1と行為2の密接関連性接着性、えー、まあこれ言葉何でもいいんだけど密接性でも接着性でも関連性でもいいんだけどすなわち1と2がつながった行為なのかとそこを見ていくわけですもし1と2が密接に関連する行為だと言えればそうするとさこれ行為1は それ自体はそんなに危険じゃないかもしれないけど、そのすぐ後にめちゃくちゃ危険な行為が控えてたんだから、そことの関係で言うと、もう行為丸一の時点で危険だと言っていいわけですよ。いい。だから、この行為一、行為二が密接な行為だよって言えるんだったら、もうこれ行為丸一の時点で実行の着手ありでいいわけ。だからもうこの時点で未遂罪肯定しちゃっていいわけです。まあ結果が発生すればもちろん起遂罪だけどね。 で密接性が否定されるんだったらやっぱり予備罪に行くしかないなというこういうフローチャートです、これは。で、このね密接性とか接着性のメルクマール判断要素としてえ判例がこういう要素に着目しているというのがここです。これ計画性のって書いてあるな。これ訂正します計画上のですね、計画の上で2つの行為がどういう関係があったかということを検討します。 計画上の必要不可欠性特段の障害の有無時間的場所的近接性、まあ、この3つが、えー、判例が認定しているメルクマールえー、っとね判例としてはこれ有名な判例があって、えー、クロロホルム事件と言われている判例ですえー、っと判例集の24ページか ちょっとあの、ね、引用している部分が短すぎてもう少し長く引用しないときちんと勉強できないんだけどえポイントだけこ、ね、ここです、えー、ここの事案はクロロホルムを吸引させて失神させた上車ごと海中に、えー、転落させるそういう犯行計画を立てました。えー、ですから クロロホルムを吸引させて失神させる行為と、これが第一行為。で、自動車ごと海中に転落させる行為。これが第二行為って。そういうことね。で、これが計画上では、こう、連続して行われるはずだったんですね。で、まあ実際に連続して行ったわけだけれども、ね、第一行為が第二行為を、ね、確実かつ容易に行うために必要不可欠な行為だと。これが一つ目。 失神させることに成功すればそれ以降殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情がなかったこれが2つ目でもう1つ時間的場所的な近接性というのも認定してるんだけどそこが引用されてないからねえちょっとこれ不完全な引用の仕方になっちゃって時間的場所的な近接性とこれもちゃんとえ認定してます時間的場所的 えー、近接性と、第一行為と第二行為が時間的にも場所的にも非常に近いところで行われていると。はい、だそう言えると、この第一行為と第二行為は、ここキーワード、一連の殺人行為、一連の実行行為と言えるんだよと。一連の実行行為と言えるから、 もうこれは第一行為に着手した時点ですでに、第一行為に着手した時点ですでに実行の着手が肯定できるよってことね。いいですか、だから判例が認定しているのは、まずこの必要不可欠性と特段の障害がないと、第一行為を行ったら、もうそのままエスカレーター乗ってるみたいに、そのままもうベルトコンベヤーに乗ってるみたいに、そのまま自動的に第二行為までつながっていっちゃうと。 そういう状況の中で時間的にも場所的にも近接している第一行為をやったってことはそれ自体はそんな危険じゃなかったとしてももうすぐその後に危険な行為控えてんだからもうそれは第一行為の時点で実行の着手ありになるんだよとそういうことねはいですからまあこの思考過程フローチャートをちょっとね、えー、きちんと、えー、整理した上えで問題の所在が見抜けるようにしておいてください本文はまさにそういうタイプの問題ね で問えー、答案を見ていきましょう。いいよね、鼻をいさっきも、えー、繰り返すけど、鼻を塞いだわけじゃないから、それ自体は、ね、そんなに危険性高いなとまでは言えないから、だから第一行為のみで判断すると、高度の危険性は三角ぐらいになっちゃうなと、ね、三角ぐらいになっちゃったときに、この問題が出てくるということね、いいですか、えー、第一行為と第二行為の密接関連性っていうことを検討すると。 はいえー、ちょっと見ていきましょうだから殺人予備にとどまるような感じもするなって書いてあるねしかしってことねしかし特定の犯罪を実現するための準備行為であってもう準備行為っていうのはちょっとやめたほうがいいなやっぱりな準備行為って言っちゃったら予備になっちゃうから、えー、前提行為とかにしておきましょう、えー、前提行為とかっていう言い方に直しておきます 前提行為であっても、かかる前提行為が犯罪を確実かつ容易に遂行するために必要不可欠で、前提行為のあと、当該犯罪を遂行する上で、障害となるような特段の事情がなく、前提行為と予定された犯罪との間に時間的、場所的近接性が認められる場合には、その前提行為にも、法益侵害の直接的な危険性が認められる、そこで前提行為時点で実行の着手が認められる。 準備行為という言葉は、ね、避けたいんだけどね、そこあのだから全部その変換しておいてくださいね、準備行為という言葉準備行為って言うとやっぱ予備罪になっちゃうから、はいいいですか、この規範ね。まあ、それが第一行為、第二行為っていう表現を使ってもいいけどね、じゃあ当てはめ見てみよう。え本で、v、は 運転席にいる子に聞こえるほどの大声で叫んでおりそのままでは途中で誰かに気づかれて通報等により救助されかねないでそこで V の口を塞ぎ車から出られないようにトランクに閉じ込めたままにするという前提行為を行えば V は声を出してこの辺がだから事実に対する評価だよね声を出して助けを求めることもできなくなる。 確実に、えー、その焼き殺すというか、ねこのえー、計画上の、えー、実行行為を確実に遂行できるという、ねえー、この辺の評価がいいですねちょっと波線にしておきましたけどそして再びトランクの中に入れることでトランクの中からトランクを開けることができないと、ね、だから自力で脱出するこの辺も評価ではない。 自力で脱出するることとは著しく困難となっていると車に火を放たれれば V は逃げられず死亡という結果に至るそうすると V から抵抗されることなく焼き殺すためには V, を v の口をガムテープで塞いだ上トランクに閉じ込めるというねその前提行為は必要不可欠な前提だったとそういう評価をしています。 これ丁寧な認定ですねまた、V の口を塞ぐことに成功した場合、採石場に至るまでに、他者に、e、V が A 社トランクに閉じ込められていると気づかれるとは考え、だからトランク内に詰めちゃえば、他の人に気づかれないじゃないですか、ね、この辺が評価、ね、他者に気づかれ,な気づかれるということは考えられないということだよね。 でえー、採石場は人里離れた山中で夜間、人気のない場所であった上ガソリンも用意されていたから部位、ね、の口を塞いでトランクに閉じ込めてしまえば、ねえー、採石場で部位を焼き殺すことに特段の障害はないだからもう第一行為やっちゃえばあとはもう自動的に第二行為までスムーズに、ね、移行できるとそういう状況になるよと、ね、誰か誰彼に邪魔されることもなくそのまま第二行為に移行できるそういう状況になったよと。 そしブ V の口をガムテープで塞いだ地点から V を焼き殺すつもりであった採石場までは車で約1時間距離にして約 20km こういうね時間とか距離を示す事実が出てきたらやっぱりそこは評価する必要があるんだよね1時間とか2 0キロを皆さんはどう評価するか近い、早いって思うかいやちょっと離れてるなとさすがにちょっと2 0キロはさすがに離れてるなと思うか。 そこの評価を皆さんは答案で書いてこなきゃいけないで確かにですね20キロって言ったらまあまあ遠いよ20キロって、えー、これクロロホルムの事件は確か2キロでした場所,の場所的な距離は第一行為と第二行為の距離的なあ、えー、差はですね2キロでしただから10倍ぐらいこの事案はですね距離を長くしてるんですよ はい、そういう意味ではストレートに 20km ていうのが場所的に近いって評そういう評価をするのはあんまり適切じゃないと思いますただ、ね、えー、その辺をこの答案はどう工夫しているかですよ至近距離とは言えない、さすがにとところが車で移動していることも考慮すればこの辺だな、車で移動することを考慮すると、えー、近接している,、まあ、るとまで言い切るのはちょっと難しいけどね。 車で移動しているっていうことを考慮するとどういうことが言えるんですか、そこまで書いてあるともっと良かったけど、単純に距離が20キロ、ただその間、車で移動しているということを考慮すると、えー、すなわちこういうことだと思います、その車の中に、こうと A がずっといるわけで、一度もその、えー、なんていうか場所的な関係性は変わってない、すなわちシチュエーションが変わってない、状況が変わってない。 そのままの状況で1時間移動しただけ。だから、距離的に離れているっていうことは、それほど重視する必要がない。そういうことが言いたいんだと思いますね。いい第一行為と第二行為の地点がポイントとして離れてるってことは、重視すべき事情じゃないんだと。離れてることは間違いないんだけど、そこはあんまり重要視すべきじゃない。なぜなら、そのね、被害者と加害者のこの関係性というかさ、状況はずっと同じまま続いてたんだから。 コウが運転している車のトランクに A が閉じ込められているとあ、A じゃねえな、誰だっけ、V か、ね、V が閉じ込められている、この状況は全く変わることなく、同じ状況のまま続いていた、継続していたんだから、ね、距離が離れてるってことは重視すべきではないと、まあ、そういうようなニュアンスが言いたいんだろうね、この車で移動しているっていうね。 そうすると時間的、場所的にまあ近接してるって言っちゃってますけどまあこれはこれでもいいけどね、近接と。以上より、甲が V の口を塞ぎトランクに閉じ込めて A 社を走らせた行為の時点で実行着手が認められるから殺人の実行行為と認められるい。いですね 次因果関係因果関係は問題ないですね、土砂物が気管不債だから、もうこれは危険の現実かとこういうふうに言っていいでしょう。で最後、故意ですね、故第一行為が殺人の実行行為だっていうふうに言えたのはよかったんだけど、こ、ね、うは第一行為で死亡するっていう認識は持ってないんだよね。第一行為で部位が死ぬって、この認識は持ってないわけ。あくまでも焼き殺すつもりだから。いいよね、ここが問題になりますね。 公、えー、は口をガムテープで塞ぎ A 社を走らせる行為によって V が死亡するとは思っていないから殺人の行為が認められないとも思えるとしかしそもそも口をガムテープで塞ぎトランクに閉じ込めたまま A 社を,を走らせるう A A かな A 車を走らせる行為は殺人を行う準備行為として行ったものであるからこの時点で公は V に対する殺意を有しており 殺人の行為は認めちょっとね、ここが何書いてあるか趣旨不明なんだよねちょっといろいろ解釈したんだけど若干、やっぱりここの部分は趣旨不明えしかし以降ねえ準備行為としての認識しかなかったら殺人の行為は認められない殺人の行為は認められないはずだからねなんかちょっとよくわからないですね殺人を行う準備行為として行ったものだから殺意を有しておりうんかこう書いちゃうとおよそ人を殺す意思があればね え何でもももいいいいよという,ふうにも読めなくもなくか人を殺すっていうことを言う頭の中でそういう前提でもって何か行為をすれば全部殺人の行為ありと、えー、そういう話になっちゃうよねこういう言い方をすると問題はその行為によって死亡するとは認識してないけどその点って何か問題にならないのかってここが問題の所在でしょ死亡す、えー、相手を殺すという計画は持ってるわけでその意味では殺意があるんだけどただ当該行為によって死亡するとは思ってないわけよ ここが何か問題じゃないのかっていうところがね、えー、本文の問題の所在なわけで、えー、ちょっとこの「しかし」以降はカッコに入れちゃいます、ね、とも思えるからつなげて、ね、最もっともこうは部位を採石場で焼き殺す計画であったためこが予定した因果経過と異なる経過をたどっているあ最もっとも消しちゃえばいいのか、ね、いいよね、えー、因果経過が違うっていうことなんだよ元々は消止させる っていうねえー、焼き殺すっていう認識ところが実際の死亡は窒息死だったから因果経過が違うってことなんですね実行行為は認識していた結果も認識していたところが認識した因果経過が違ったと、ね、実際の因果経過と違ったとはいそこで因果関係に錯誤があれば行為が阻却されるのではないかが問題となるということですね はい、で作語論はまた別のところで少し、ね、詳しくや,るとやろうと思いますので、今日うは、ねえー、ここも知識だけ、ねえー、ということにしておきます。また判例を、ねえー、ここのところでまたきちんと判例を整理する会があこのあとあるので、ね、そのときにやりましょう。 えとりあえず今日はだから頭出しだけという感じで、故、ね、意責任の本質はっていう、ねえー、規範に直面して反対動機を形成することが可能であるにもかかわらず、あえて行,行為に出たものに対する道義的非難だと、えそうすると、認識した事実と、実現した事実とが、構成要件的評価として一致する限度で、えー、実現事実について故意が認められると、まあ、いわゆる法定的不合説をここで、えー、論述してますね。 そうすると後遺者が想定していた因果経過と現実に発生した因果経過が食い違ってもどちらも法的因果関係の範囲内であればその食い違いは重要でなく行為は阻却されないと。いいかなこれ何を言ってるかっていうところだけちゃんと理解してねこ,れあのこ,こ規範の部分だから最終的にはきちんと頭に入れてえ答案で再現できるようにしてほしいんですけどえ理解を伴ってないと何言ってるんだろうって感じになるのでね。 えー、すなわちこれ事実の錯誤としてはさ例えば分かりやすいのは、えー、客観面で例えばさ、さウが、ねえー、A を殺害したと。客観面はねところが主観面でコは B を殺害する認識だったと、えーまあ、典型的な具体的事実の錯誤 B を殺害するっていう認識で A を殺害してしまった、典型的な事実の策、これ、公正要件の、ここね、公正要件的評価として一致する事実、ここがポイントで、公正要件的評価として一致する事実の認識があればいいと、公正要件的な評価、すなわち同一の公正要件的評価を受ける事実を認識してさえいればいいんだと。 A も B も構成要件的評価は、ね、どうなるの ?A も B も構成要件的には、鍵括弧人なわけでしょ、えー、?199 条の殺人罪で人を殺した者はってなってます。それが構成要件です。構成要件的に評価するとさ、A さんであっても B さんであっても C さんであってもみんな人なんですよと。と同じ。構成要件的には同じ評価を受ける事実だよと。と 構成要件的に同じ評価を受ける事実を認識してるんだったら殺人罪の行為ありとしていいんだよというのがこの法定的符合説ですだから因果関係についても全く同じでえ客観面で江さんはまあ例えば X 被害者 X にするけど X を殺害しましたとで A という因果経過をたどりましたと客観面でね ところが主観面では、こうさんは、X、同じ X の殺害を認識してるんだけど、主観面では B という因果経過を認識してたんですと、この食い違い、これも結局上と同じってことです。も、B、も いずれも殺人罪の因果関係が認められるのであればこの A も B もいずれも殺人罪の因果関係が認められるのであればそれは公正要件的に同じ評価を受ける事実を認識したといえるでしょってことです。いいですか、えー、客体 の問題でも因果,因,果因果経過の問題でも実は同じでね話は同じで構成要件的に同じ評価を受ける事実を認識していればいいわけだからね A であろうと B であろうと構成要件的には人ですだからこっちも A という因果経過であろうと B という因果経過であろうといずれも殺人罪の因果関係が認められるのであればねそれは構成要件的にねえ構,成的構成要件的評価として一致する事実を認識していると言えるでしょっていうことですだから 彼が認識した、公が認識した事実で因果関係が認められるっていうふうに言えるんだったら、恋ありなんですよ。でしてみてみると、本問どうですか焼き殺したら人死ぬでしょガソリン撒いて火つけたら人死ぬでしょ当然因、因果関係認められますよね。公が認識した事実に。っていうことですね。ここですね。公が想定した因果経過は、当然殺人罪の構成要件に該当する事実だよと。 えーまあ、もちろん現実に発生した事実因果経過も殺人罪に該当してますと客観面はねで彼が認識した想定した因果経過も当然殺人罪の因果関係認められる因果経過を認識してますとですから、ね、これは殺人罪の構成要件に該当する事実の認識が認められ故意ありっていうことになるんだな、えー、因果関係の錯誤は故意を阻却しないっていうのはこういう意味です およそ因果関係が認められないような因果経過を認識しながら人を殺そうとする奴はいないから。ってことね。俺がこの行為をすれば、あいつに雷が落ちて死ぬだろうって思って、本当にそういう行為をしようとする奴はいないということです。意味の分かんないような因果経過を想定して、それで殺人の実行行為に出るって、そういう場面っていうのはちょっと想定できないでしょ。人を殺そうと思って何らかの行為に出てる以上は、 因果関係が認認められるるる事実を認識して,るってことこになるんですよだから、ねえー、ほとんどの事例では因果関係の錯誤で故意が阻却されるということはありえないわけです。はいということでちょっと時間が来ましたので今日はここまでですね、えー、と最後にねちょっと1点だけ補足先ほど見たクロロホルムの判例はちょっと問題の所在が違うんだよということだけ指摘しておきます。先ほどの 判例集の24ページでクロロホルムの事案を見ましたけれどもこれは今見たね問いごとは、ね、第5問とはちょっと問題の所在が違うのでその点だけ指摘して今日終わりにします、えー、実はですねクロロホルム事件は第一行為自体が危険な行為なんですよクロロホルムを嗅がせる行為ってそれだけで人が死ぬ可能性が非常に高いです相当危険な行為ですクロロホルムってえー、だから えー、いわばです、ね、第一行為、それ自体の、ねえー、危険性を評価したら、丸になるんですよ、クロロホルムを書かせる行為ところがですね、クロロホルムの先ほどの判例の事案では、ね、行為丸一は高度の危険性が確かにあるんだけど、ところがですね、えー、あの事案はですね、これ、えー、と24ページねこれ、ちょっと事案が書いてないから、これだけだとね、えー 十分に勉強できないんだけどこれ何が問題だったかというとクロロホルムで嗅がせたことによって死亡したのかそれとも海中に投棄して海の中で溺死したのかどっちか特定できなかったんです、この事案は。そこが問題だったんです行為1自体は非常に危険な行為だったんですけどクロロホルムを嗅がせる行為だからクロロホルムを嗅がせる行為から死亡結果が発生したということが証明できればねもうそれで問題なくあの殺人罪。 客観面は少なくとも認められたんだけどところがですね、因果関係が証明できなかったって、そういう事案だったのね。クロロホルムを欠か,かせる行為で死んだのか、それとも海中に投棄して海の中で溺死したのか、これどっちか分かんなかったと。死亡結果がどっちが原因で死んだのかっていう死因が特定できなかったと。これが、あの、このクロロホルム事件の問題の所在だったんです。そこで、 この判例は行為1と行為2を一連の実行行為としました。一連の実行行為とすると要はこの行為1と行為2が一連1個の一体の実行行為になるからどっちから結果が発生しようと同じってことでしょ行為1から結果が発生した場合であろうと行為2から結果が発生した場合であろうともう一連の行為によって結果が発生したっていうふうに言えるからだから結果を軌跡できるよ。 ここで一連の実行行為論が出てきて、まあ、メルクマールは同じなんだけどさ必要不可欠性と特段の障害の有無と時間的場所的近接性だからこの一連の実行行為っていう評価を導く際のメルクマールは全く一緒ですけれどもちょっと問題の所在が違うんです。行為丸1それ自体で高度の危険性があるというふうに言える事案だったからでところが因果関係が証明できなかったとそういう事案でしたで。これに対して先ほどの、ね、問5本問は 行為一単体で評価すると、高度の危険性が肯定できないなと、あるいは三角ぐらいだなって、こういう場合ね、その場合は、行為二との一連一体的に危険性を判断して、この密接性を判断して、第一行為の時点で実行の着手を認めると。 こういうことになります、まあ、メルクマールは全く一緒なのでこの一連の実行行為論が出てくるときの,この、ね、判断の仕方は一緒なんだけど問題の所在がちょっと違うよとういうことを指摘しておきます。はいといとととうことで、えーと ちょっとね、えっ、ー、と、まあ、五問しか進まなかったので、このペースだとちょっと遅いので、まあ、次回からね、えっ、ー、と、問題文は皆さんに検討、あらかじめ検討してきていただいていると。いうことを前提に、少しスピードを上げて、進めていきたいと思います。じゃあ、えっ、ー、と、第一回の講義はこれでおしまいします。お疲れ様でした。